マジか。音来てますか？ 嘘でしょ？ごめん、教えてくれてありがとう。がっつりトークしてたわ。がっつりトークしてた。一人で。うわー、すげえいい話してたのに、すげえなんか萎えたわ、今。いや、今ね、働くっていうことは何なのかっていうことをめちゃめちゃ熱く語ってたの。で、何？俺はさ、のりこにだけ、のりこしか聞こえないトークをやってたっていうことか。うわ、すげえ恥ずかしいわ。音来た？ありがとう。じゃあ、改めてトークをしたいと思います。今日は2018年12月の16日、22時13分ですね。まあ、もう一回話をするとすると、まあ、今21世紀なわけですよ。で、いまだに、真面目に働けっていう言葉を言う人が世の中にいるっていうことが、どれだけ、俺にとってはすごく不思議な発想だっていうことを今してたんですよ。で、それは何でかっていうと、昭和の、まあ、中期後期ぐらいまでは働かないと飯が食えない時代があったわけですよ。でしょ？働かないと飯が食えないって。で、働くって何なのかっていうのは、お金を稼がないといけないってことじゃん。だから働け働けって言ってる人って、お金の稼ぎ方が働くことしか知らないっていうことと一緒だっていうことを言ってたの、今。で、まあ、ゲーム配信者であったり、まあ、ゲーマーであったり、プロ野球選手とか芸能界とか、まあ、配信者とかアーティストとかって、遊びながらお金を稼げてるじゃん。つまり、遊びながらお金を稼げる時代がこれだけ来てるのに、まだ働けっていう人がいるっていうことは、すごい不思議な発想だなっていうことを語ってたんだよね、ずっと一人で。で、コメントがないなと思って、で、マウイワウイが、いやいやいや、声出てねえよって言って、マジかよ、めちゃめちゃ熱いトークしてたのにっていう。まあ、要約するとそんな感じですね。皆さんどう思います？働くっていうことに関して。俺は働く必要なんてないじゃんっていうふうに思ってんの。お金が稼げるんだったら、遊んでお金稼いでたら働く必要なくないっていう。お金の稼ぎ方っていうのが変わったんだよっていうことを言いたいんだけど、簡単に言うと。で、世の中の全ての人って遊んで暮らしたいって思ってるはずだという前提に立って俺は話してるのね。俺は少なくとも子供の頃、遊んで暮らしたいなっていうふうに本当に思ってたから、なるべく働きたくないし、楽しいことをやって、遊んでるだけでお金稼げたらいいなって思ってたし、まあ、全人類そうなんだろうと勝手に思ってたんだけど、だから別に好きなことやってお金稼げるんだったら働く必要なくないって思っちゃうんだよね。甘ったれた考えっていう風に言う人いるんだけど、甘えていいじゃんっていうことを言ってんの、俺は。なんで、例えばさ、甘えるのは良くないとか、一生懸命努力するべきだっていう人っているけど、俺はそんなことする必要がないと思ってる。努力なんかしちゃって無駄だよ、人生において。って思わない？努力しないといけないことをやってるって、効率が悪いことをやってるような気がするんだよ。もうざっくり言っちゃうと。だって、なんつうんだろう、だらけて楽にやってお金が稼げるんだったらストレスがかからないし、何かを一生懸命やったりとか、無理とかをするのが俺は努力だと思ってるから、無理をしないといけないようなことをやってるっていうのは、すごい損だなっていうふうに思っちゃうのよ。だから甘えてお金が稼げるんだったり、肩の力を抜いて稼げるんだったら、その方法をなんか積極的に採用すべきだっていうふうに思ってんの。だから例えばニートは良くないっていう考え方があるじゃないですか。一つの例として。俺、ニートは全然ありだと思ってるの。親が金持ちだから俺遊んで暮らすんだっていうのは、全然肯定的な考え方なんだよね。転職とかが厳しい。転職とかが厳しい。誰の転職が厳しいの？遊んで暮らせばいいじゃん。どういうこと？だから、そもそも働かなくていいでしょうって言ってんの。そもそも働く必要がないっていう。転職なんかしなきゃいいじゃん。遊んで金稼いで暮らしたいんだよ。家庭がない人ならそれでいいけど、家族しょっちゅうとそうもいかない。なんで？家族の分も稼げばいいんじゃないの？って思うの。
結局はそういう考え方をみんな望むけど、世間体に負け、あ、俺ね、それだと思うよ。結局そこなんだと思う。結局、周りが許さないからっていう、自分の判断を信じるんじゃなくて、周りがって言って、で、今みたいになってるんだと思う。俺全然多分働かないよ。多分。おじいさんになっても。何かしらでやりたいことを見つけて食ってくんだろうなって思わない。なんとなく。俺多分ね、やってくんだと思う。で、それ何かっていうと、俺中学校卒業じゃないですか。で、時給成田だと800円とか850円ってかなり時給がいい方で、時給1000円のって空港とかで働かないとないの。で、月の給料とか同級生とか、やっぱ16万とか18万とかが当たり前の生活なの。18万円。で、手取りだと15万円とかなの。俺、遊んでるのに収入多分成田の同級生とかの倍になってるんだよね。だから、まあ、成田基準で考えられてもって思うんだけど、成田基準で考えられても違うだろうって思うかもしれないけど、現実問題として成田でそのアルバイトをやってるよりも全然いい生活ができてるから、だから、遊びを選んでよかったなと思ってるんだよね。多分成田にいたら今いい思いしてる全てが叶ってないから。だから、なんかそういう部分は感じるかな。なんか、なんでみんな、アルバイトとかをやってるのが偉いとか、正社員で働いてるのが偉いとか、すごいいいことだってなるんだろうっていう。なんか、全然なんか、そんなこと思わねえって思っちゃうんだよな。それよりもなんか楽しんでて、毎日やりたいことやってて、キラキラ生きてて、で、お金も稼いで、好きなことやってればいいんじゃねえって思っちゃうんだよね。で、そういう人が友達にいた方が、なんか遊ぼうって言った時に、なんか面白い遊びがさらに膨らんでくるから、そっちの方がなんかいいんじゃねえかなとか思うんだけどな。で、その方が稼げるような気がするんだよね、その人自身が。なんとなく。何か、定職について固定給をもらってるよりも、その人がワクワクすることとかパフォーマンスの高いものとかをやらせて、なんかこう、なんて言えばいいんだろう。生産性の高いことをやらせた方が、なんか社会回るんじゃねえかなとか思っちゃうんだよね。だから、なんかこの人もったいないなっていう人すげえいるの。リスナーさんでリアルに会う人とかでも。この人多分自分がすごいお金を生み出せるんだけれども、本人がそれを拒んでるなっていう人いるよ。配信者でもリスナーさんでも。この人絶対食えるのに、自分でそれを枷をかけてて、楽しければ後からマネーがくっついてくっていうのは間違いかな。もし、その食いぶちがなくなったら他で収入を得るのが大変になるから。っていうのも、そもそも、それも、よくある反論で、転職がとかもあるんだけど、そもそも食えなくなったらバイトすればいいんだよ。だから、俺も配信で食えなくなったら最後の最後働きゃいいだけじゃん。最後の選択肢なの。で、なんて言えばいいのかな。例えばなんだけど、俺、アルバイトの面接とか、正社員の面接とかで、なんか悪く言われた試しがあんまりなくて、経歴とかも全部、配信やってますとかも全部書くのよ。で、面接の時にすごい好印象の。なんでかっていうと、自分でやってきたことに自信があるから。で、例えばさ、セブンイレブンで働いてたキャリアが10年あるっていう人とか、飲食店で働いてたキャリアが10年あるっていう人よりも、俺がその店で働いたら、いや、メニューの写真とか綺麗にできますよとか、まあ、サイトも簡単なのだったら、今、御社があるサイトよりもいいものを、ワードプレスで作れますよとか、いや、動画のプロジェクトでこういう風にやったら、こういうお客さんが来ますよとか。で、Twitter とか SNS の、
こういう集客とかこういうことができますよ、 LINE とかのこういうアプリがありますよとか、コンサルできるんだよ。で、経営者だったら多分ね、取りたいって思うはずなんだよね。普通のその辺でアルバイト10年やってますっていう人より多分使えると思うんだよね。その人よりもお金を生み出すことができるっていうプレゼンができるの、俺が。そう。だから転職は俺、普通にバイトやってる人よりも多分すぐ受かると思うよ。多分だけど。まあ、その上場企業とかは無理よ。そのなんか一流の、なんかメーカーで専門技術があるっていう。ただ、その辺の中小企業とかの正社員とか、アルバイトとかだったら、全然俺、そうそうそう、能力があるから。うん。いや、でも、能力自体は、こういう生き方をしてるから自信があるわけじゃん。言ってる意味わかる？そもそも論なんだけど、卵が先か何が先かっていう話があって、その、能力は後からついたわけじゃん。もともと中卒なんだから。もともと。いや、だから、それは違うんだよ。俺はもともとそういう生き方をしてたから経験がついたわけじゃん。だからセルフプロデュースができるわけじゃん。だからアルバイトを最初から、例えば小学生とかにアルバイトを正社員やれって俺が言っちゃうとするじゃん。そしたらその子が潰れちゃうっていう話なんだよ。だからそもそも論に繋がってるんだよ、これ。子供がいた時にお前普通に働けっていう親になるのか、やりたいことやって稼いだ方がいいよって言った方が効率がいいのか。繋がってるでしょ、すごく。だから、なんだろう。しかもさ、こんだけ時代が、なんだろう、変わっていって、正社員とかがなくなっていって、おそらくアルバイトとかさ、人手不足になるの、低賃金ばっかりになるんだよ。で、外国人働かせるでしょ。それこそ転職しづらくなるから、余計にやった方がいいから、俺の言ってることの方が合理性がない。なんか説得力ない。それでも、まだ働いた方がいいっていう人がいるから、経済主義？誰が？ね、何経済主義って？経済主義って何だろう？そうじゃなくて、ただなんか親とかが安心するからとか、周りが認めてくれるからとか、なんかそういうくだらない理由で普通っていう生き方を選んでる人が多すぎると思うんだよね。で、俺普通を選択することってものすごいリスクが高いことだと思ってるの。ものすごくリスクが高いの、俺にとっては。で、なんでかっていうと、これ本気で働くっていうことを考えたことがあって、寝てる時間が平均8時間じゃん。で、寝てる時間っていうのは何もできないわけだから、起きてる時間が16時間だとしよう。で、半分8時間は働いてる時間じゃん、残業なしだとして。でも本当は通勤時間とかなんだかんだその差っ引かれて残ってる時間って、まあ、10時間だとしても、残ってる6時間でやりたいことやんないといけないんだよ。で、お風呂入ったりご飯食べたりもその時間に含まれてるの。だから実質俺4時間しかやりたいことできないと思ってんの。普通の人って。それよりもさ、だったら起きてる時間16時間やりたいことだけやって、遊びまくって、で、お金稼いだらそっちの方が良くない？俺は12時間寝てる。だから時間効率めちゃめちゃいいんだよ。12時間寝て12時間遊んでるだけなの。で、12時間遊んでるだけで、普通にアルバイトするより稼げてんのよ。だからそっちの方が良くない？って言ったら叩かれるっていう、働けって言われるっていう、謎の現象が起きてるんだよね。いや、働きたくないから俺ずっとこれ頑張ってるんだけどっていう。働きたくないからこれやってきたんだよっていう、一生懸命。だからなんか努力する場所を間違えてる人がすげえ多いなっていうのはすげえ思うかな。なんかもったいねえなっていう。日本国の利益、日本国の利益を生産しろとか言う人とかいるじゃん。社会がとか世間がとか国がとか言うけど、総理大臣か天皇なのかなとか思う時あるね。いや、あなた日本背負ってないよっていう。わかる？言ってる意味。そうじゃなくて、みんながみんな個人のその生きてくか楽しいかっていうのを優先しないとダメだと思ってるんだよね。労働は絶対に稼げるけど、好きなことで稼げる人って少ないからかな。いや、誰でも稼げると思うけどね、俺。
まあまあ、そういうふうに俺はずっと思って生きてきて、でまあ蓋開けてこうなったっていう話なんだけど、なんかつまんなくない？労働。なんか俺、経済戦争に巻き込まれてる人がいっぱいいて、なんかその仕事が嫌で鬱で死ぬ人がいるってやべえことだなとか思ってるから、やばくない？結構。だからそんなさ、命を捨てるぐらい、仕事で命捨てるぐらいだったら遊んで生活すればいいのにって思っちゃうんだよね。個人的には、そもそも自分もアドと似た考えだから分かんないまあそうだろうねマウイハウイね、まあ経済的に多分自由なんだろうなっていうのは感じるからね、配信ヘビーで見てる人はまあ何かしら経済的自由は獲得してるんだろうなとは思うな、なんでなんだろう。バイトバイト言う人、いやバイトバイトっていうか働けっていう人ね、くれくれ言われるのが腹立つ。あー腹立つのかな、どうなんだろうね。追い詰められて死ぬ人は真面目な人だと思ってて、なんかそういう人ほど遊んで楽に暮らせばいいのにって思うんだよね。俺新宿に住んでるから20万かかるだけで、成田だったら別に15万あったら全然幸せだからね。家で自炊して。ああまあ世界狭いんだろうな。多分家庭だよね。家庭と学校が全てだから若い頃って。で、そのまま飲まれちゃうんだろうな。自分で考えないで考えることを放棄しちゃうんだろうな。多分ね。多分。すげえもったいねえよな。楽しいことがいっぱいあるのに楽しいことを自ら放棄しちゃうんだよな。なんかでもそっちの方が俺生産性が落ちる気がすんだよね。なんとなくね。なんとなくだけど。惰性で生きてるのもったいなくね。まあ俺別に全人類が自由に生きろっていう風なことを言ってるわけじゃなくて、そんなことを多分無理だと思ってるから、無理だと分かってて言ってて、ただ俺はその自由に生きろとは言わないの。俺は真面目に働いてる人とか普通のサラリーマンとかに自由に生きた方がいいですよっていうことは言わない。ただなんか俺は言わないんだけど、その、ま、真面目に働いてるやつなのか何なのか分かんないけど、俺に働けっていうのはバカだろうって思うんだよね。どういう思考で、いや本当にね、一回対談してみたいぐらいなんだよね。電話とかかけてきてくれて、なんでお前が働いたらいいのかっていう。コメントとかだとなんか情報に差が出るから何言ってるか分かんないじゃん。そういう人って働けで終わるじゃん。でどういう考えでそういう考え方になったんですかって言ってもスルーされちゃうから、いやいや本当に働けって言うんだけど理由聞いたらスルーされるんだよ。って自分の考えとかに責任持たないんだとか思って、多分何も考えてないんだろうけど、なんで僕に働けって言ったんですかって言ったら絶対スルーされるんだよね。うちは旦那がデコトラ好きで自営業やってますが、毎日キラキラで仕事行くから、やっぱりやりたいことの仕事の方が利益はあると思います。だと思うんだけどね、俺も。そっちの方がなんかいい社会の回り方がすると思うんだよね。だし、旦那さんは仕事でトラックをバージョンアップすることができるわけじゃん。でしょ？仕事として経費で落ちるわけだから効率いいよな、やっぱり。でそれが趣味と直結してるわけじゃん。趣味と仕事が直結してるから、運転するのが好きなわけだからね。だからすごいいい仕事だよね。ニコニコ働くわけだから自殺とか絶対しないでしょ。すげえいいよね。
好きな会社とか職業で働けるのはすごい幸せ。そう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 。だから単純にそれやればって言ってんだけど。だってさ、ゲーム好きだったらゲーム配信やった方がいいのにって思うし、写真が好きだったら写真配信やればいいのにとか思うんだけどね。で、YouTube でもいいんだけど、動画でもいいんだけど、なんかしらアップロードしたら、なんだろう、すげえ、それだけで広告料とか入ってくる時代だから、俺全人類が YouTube やってるぐらいがちょうどいいと思ってるから、全人類が YouTube やってて、まあ売れる人と売れない人はいるだろうけど、毎月2万3万入ってくるだけでだいぶ生活楽になると思うけどね。そうそう、行動してないだけっていうか、スマホでさ、パッてアップロードできる時代なのにそれやらねえんだと思って。ね、こんだけふわっちとかもあってさ、こんだけ便利な世の中になっても、まだそれやらなくて、真面目に働くとか言ってるんだとか思って、なんか変な宗教みたいな聞かされてるみたいな、なんか新しい新興宗教みたいな、古い新興宗教か。働け教みたいな風に聞こえちゃうな。なんかすげえ違和感を感じるよ。トイレ行ってくるわ。労働以外でお金を手に入れることを知らない人たち。もったいないよね。でもネットを見てコメントを書いてる時点でもう気づくはずなんだけどね。なんで気づかねえんだろう。そこが不思議でしょうがないよね。ネットやってさ、花火飛んだりとかさ、100万稼いでるやつとかこんなにいるわけだから、普通に考えたら気づくだろうっていう。なんで気づかねえんだろうな。不思議でしょうがないんだよね。どんな感覚なんだみたいな。どんだけ鈍いんだよみたいな。だってさ、なんか、ネットで顔出しするとリスクがあるとか言ってるけどさ、ネットで顔出さない方がリスクだろうって思わないと俺は思うけどね。今の時代でなんかただリスナーやってね、ただ時間潰しての方が俺はリスクあると思ってるんだけど、なんかもったいないよっていう、情報発信した方がいいのにっていう。だって会社に所属したら会社がダメだって言ったらダメだけど、個人でやってたら別に個人の責任でどうとでもなるから、チャンス無限大だからね。もったいねえよな。俺だけどあれだな、配信に対する考え方だいぶ変わったな、この1ヶ月2ヶ月で。なんかこう配信に対してね、すごい夢を見てきたけどね、だんだんね、ガラッと180度ぐらい変わったかもしんないね。ガラッと変わったね。今後自分の配信をどう向き合っていくかとか、どういう風にやっていこうみたいなのがね、だいぶ考え方変わってびっくりしてる自分で。
なんかその配信は配信ですごくいいところもあるんだけど、やっぱりすごい鈍いところもあるから、配信ここダメだなと思う部分とかもだんだん気づけてきて、その変化はワドにとっていい変化、いいか悪いか、いいか悪いかわかんねえな、正直。いいか悪いかはわからない。なんかね、その、ここ1年ぐらいで悩んでたの、配信について。で、スタイルをガラッと変えたの、自分の中で。で、結果はまだ出てないんだけど、なんかいつも言い方をするのが、3年かかるっていう言い方をよくしてて、種をまいたんだよ、1年前に。まあ多分みんな気づかないと思うんだけど、種をまいてて、すごくゆっくりゆっくり。で、ようやく芽が出始めたと思って、これが成長して木になって果実が実るまであと2年かかると思ってんの。その時初めて3年前のあの決断とかあの行動っていうのは正しい行動だったなっていうふうに言えると思うの。まあその一つが映画でもあるし、なんだろう、断環塾でもあると思ってるんだけど。いや、だから断環塾とか映画とかってぶったたかれてるわけじゃん。ぶったたかれてるじゃん、コメント欄とかで。でも、なんか、周りの評価がだんだん変わってきたんだよね、最近。だから、映画が出来上がるのも、断環塾とか、そういう三松さんのプロジェクトとかが跳ねたりするのも、目に見える形で、結果が出るのは3年後、2、あと2年後とかなのかな、とか、俺は思ってるかな。なんか、こう、先手を打ってるつもりなんだよね、自分の中では。だけど、結局、新しいことやろうとすると、やっぱ否定するんだっていうのは、改めて思ったかな。なんか、現状維持が好きなんだなとか思って、多くの人は。現状維持。要は、変化を嫌うんだろうな、多分。こんだけ世の中が変化してて、変化するのが普通のことなのに、変化を嫌うってやばいよね。変化に対して対応していった方が楽なのになっていう。サーフィンだよね、サーフィン。波を起こそうとするんじゃなくて、波をちゃんと見定めたりとかした方が、いい波乗れるのに、とか思って。ね、変化イコール恐怖なんだろうね。変化イコール俺普通に楽しいことっていう感覚だから。むしろ、毎日継続していくこととか退屈って感じ。いや、あのね、マウイワウイね、まさにその話なのよ。未来が読めるやつなんか誰一人いないんだよ、世の中に。人類が誕生してから未来が読めるやついる？ いなくない？未来が読めると勝手に勘違いしてるやつはたくさんいるんだよ。だけど、その未来を見れてる人なんかいないし、先が予想できるんだったらみんなうまくいくわけじゃん。だから、俺は未来イコールわからないものっていう定義なの。だから、今をコントロールするっていう。そう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 。だから、それに怯えてるだけでしょうって。だからね、逆にすげえな、みたいな。この人未来、自分が未来わかると思ってるんだっていう。それが、なんかすげえよな。それはびっくりする。なんか、てるちゃんぴんすごいね。ツイッターで見たけどさ、今年の収入2900万だったんだね。すごくない？俺ビビってよ。去年1700万で、今年2900万だから、この2年間で5000万稼いだんだよ、あいつ。いや、そういうことでしょ？約5000万稼いだんだよ。で、5000万ってさ、多分、てるの普通に、てるが普通に歩む人生だったら、生涯年収2億とかだったはずの。下手したら借金で終わるんだよ。だからもう人生で、普通に働く人の人生のさ、2年間で何？ 4 分の1稼いだわけじゃん。いや、それだけのチャンスが眠ってて何もしないっていうのはさ、俺リスクだと思うよ。その分使ってるよね。まあその分使ってるけど、5000万あったら映画だろうね。いいリスナー引いたよね、本当にね。いや、本当にいいリスナー引いたと思うよ。いや、持ってるんでしょ。だって俺、初めて会った時、
月収7万だったんだよ。で、家持ってなくて、服もボロボロだったんだよ。うん。いや、いいリスナー引いたよね、本当に。運がいいんだよ。だって、髪の毛もボッサボサで、みすぼらしかったもんな、ヒゲもボーボーで。変わったよ、テルは。綺麗になっちゃったもん。うん。小綺麗でなんか、成功してる感じが出てるもんね。5000万あったら俺は映画にぶっ込むかな。いや、成り上がりでしょう。完全な。配信ドリーム掴んだでしょ。テルは。大きい家に住んでる。でかい家住んでるね。うん。あれだって家賃いくらだっけ ?20 万いかないぐらいでしょ ?17 万とか言ってたっけ。家賃だけで17万だぜ。すごいよね。一軒家だからね。いや、でもあの家はちょっと高すぎると思ったけど。あんな埼玉の奥で17万高いよ。言って9万10万ぐらいでしょ。これは完全に駅から遠いし、判断ミスってると思ったけど俺は。まあでも金に余裕があるからできるんだよな。税金対策でいいやって言って。いや、俺はちょっと不動産選ぶの下手じゃねえとは思ったけど。いい家だけど高い割高だとは思った。だって17万だぜ。賃貸だよ。買えるわけないじゃん。賃貸だよ。買えるわけないよ。配信で家建ったって聞いたことないよね。まあでも俺だったら家には使わないかな。あ、でも最近家がちょっと狭いなと思ったら引っ越しぐらいはするかもしれないけど。テルなんかね、店とかやればよかったのにね。早いうちに。もう多分、お金残ってないだろうね、みんな。自営業の人はローン組みづらいよ。やっぱり。社長とかもローン組みづらいし。ねえ、店やったら安定したのにね。自分が経営者で、オーナーで、なんかキャバクラかなんかやればよかったんだよ。ね、水商売向いてそうだし。キャバクラなんか安定したらすごい稼げるからね。まあ組みづらいよ。それはあの配信者に限ったことじゃなくて自営業者みんなそうだよ。担保がないからね。担保と保証がないから。でも別にローンなんて組まなくない？別に。なんかローン組むことってある？だって俺車買うってよっぽど金持ちだと思ってるし、田舎の方だったら別だけど、東京でまず車って必要ないでしょ。あとね、まあ家はちょっと家賃払うのはバカバカしいから、自分の家は中古でもいいから欲しいなとは思ってるけど、家は欲しいね。家賃かけるのバカバカしいよね。家車でしょ。家賃貸で、まあ、今ね300万とかあったらね、中古のボロボロの家とか買えるから。俺多分300万あって仕事以外に使えって言われたら家買うだろうね。で、家賃浮かせて生活費の水準を下げる。そしたら今6万家賃払ってるのが15万で今と同じ生活ができてってできるから。いや、家賃は捨て金でしょ、完全に。バカバカしいよ、本当に、家賃払うとか。だから、まあ、田舎の方とか、千葉とかに家建てたらね、300万で全然家建つからね。境線さえあれば、全然行けるから。そう、家がボロな固定資産税安いから。だって、固定資産税って言っても、たかが知れてるわけでしょ。そんなかからないでしょ。年間いくらよ。年間数十万でしょ。月で言ったらそんなんでもないから。だから家ね、買っちゃえば、だいぶ生活の水準は下がるから。だから、ね。家は欲しいかな。まあ、リスナーからもらえばいいんだよ。リスナーから。家もこじ、え？いっちゃんから。いや、いっちゃんだから50万でくれるって言ったのが、あれがリアルでしょ。リスナーさんでもいると思うよ。家、なんか、
もう俺も死ぬからお前面倒見てくれっつって格安で譲ってやるよとあると思うよ。だからリスナーさんでガチで連絡来た人がなんか親が金持っててなんか家が6軒ぐらいあるみたいな、で1個あげるよとか、もう親父が死んで相続された和道に1個あげるからなとか いるよ。全然いっちゃん死んだ、いや田舎でも田舎田舎だから全然なんだろう、俺もらっていいと思ってるもん本当に。ただでだってさ、普通にいきなり遺産とかでさ家6軒とかもら持っててもさ固定資産税かかるしさ物理的に住めないわけじゃん。だったらもらえばいいんだよ。うん、いっちゃん死んだね。いや噂だけど俺の勘は死んだと思う。俺だってもともと田舎育ちじゃん。別に東京に住んでるメリットなんか何一つ感じないもん。田舎の方が好きだよ俺、人があったかいから。東京にバカみたいに公園で配信してたら許可取りましたかって、なんで許可がいるんだよっていう税金で運営されてる公園でスケボーやってて許可取りましたよ、バカバカしいだろうと思って、誰に許可を取るんだよつってで聞いたら誰に許可を取るか教えてくんないんだよ、バカでしょ。もうルールルールに縛られて何やってんのか分かんなくなっちゃって、誰の迷惑もかけてないことをやってもさ、なんか何かに怯えてるんだよね東京都民って。なんかすげえ機械人間みたいなやついっぱいいるんだよ、バカバカしいよ本当に。なんだかわかんないけど、なんだかわかんないけどなんだかわかんないんだったら人のこと注意するなよって言うね俺もわかんねえよって、俺もお前のことわかんねえわって、お前の考えわかんねえわってなるでしょ。いや上司にだから問い合わせてくれって言ってもわかんないっていう、いやめんどくさいんでしょ結局。よくわかんねえよなマジで、意味不明だよ意味不明。なんか世知辛い世の中だよね、謎。なんか俺わかんない、すげえ頭いい人がすげえ考えてやってるのかもしれないけど、なんか俺がよくわからない理屈で世の中が動きすぎてるから俺もうパニック起こしそうだもん。どういうことみたいな、何がどうなってんのみたいな。国民に気づきを与えてください。それは俺の仕事じゃないだろう。国民に気づきを与えろって言われたもんね。いやだから気づくやつのきっかけにはなりたいとは思ってるけど、全員を気づかせようとか思ってないよ。なんかこの中で生きづらいとかなんかおかしいって俺と同じ考えのやつの俺の子供みたいなのがいるわけじゃん。だからそういう人に気づかせたいかな、洗脳されてるよお前みたいな、誰かに騙されてるよみたいな、そういう感じかな。なんかその一人が気づいたらそれでいいみたいな、別にその人以外気づかなくていいから。てかそんなの無理だから、考え方って人それぞれ何通りもあるからさ、全員を俺と同じ考えにしたら世の中パンクしちゃうから。でもなんかちょっと行き過ぎてる気はするけどね、窮屈だな、なんかこうおかしいなって、なんか変だなって、そう思うよ。なんか堅苦しいって感じかな。なんか俺堅苦しい人が大っ嫌いなのよ堅苦しいの嫌じゃん。なんかその本当に猫みたいな人間になりたいっていうか、猫みたいに生きてる人がいいから。のりこなんか猫じゃん、完全な猫でしょ。にゃーって言ってるだけだから、なんかもっとのほほんとのんびり生きてる人が増えたらいいなと思うけど、あとまあ間違ってることは間違ってる、正しいことは正しいって言える人が増えたらいいなっていう、人間として多様性を認め合ったりとか、そういう、いや猫に憧れてるんじゃなくてなればいいんだよ。
その猫に。なれないって自分で言い聞かせてるだけなんだよ。いろんな理由をつけて。ただビビってるだけだと思ってるから。俺ら動物だぜ。なんか神様みたいに振る舞ってるだけなんだよ。賢そうなふりし。賢くないよ。猫のように毎日寝てて怒られたのりこ。まあさすがにね、2年間猫でいさせた俺もすごいだろう。2年間猫のまま放置したんだよ。いや、みんな知らないかもしれないけど、本当に後半にゃーって言ってたんだよ。これマジだかんね。のんちゃんご飯だよって言ったらにゃーって言って無視されたんだよ俺。それでも俺はもう、いいよって言ってたかんね。にゃーって言わせてたかんね。すごいだろ。でもさ、世の中さ、遊んでるやつの方が稼いでるからね。これね、本当にね、世の中って本当神様って意地悪だなって思うのがさ、なんかまともなことを言ってるやつほど稼いでなくて、遊んでるやつの方が稼いでるの。猫になりかけてたね。なりたいけどできないんじゃないよ。ならないだけなの。ならないって決めてんのよ。なりたいけどできないんじゃない。やらないだけだよ。誰でもノリコになれるんだよ。誰でも和道になれるんだよ。ならないって自分で決めてるの。できないっていうのとやらないっていうのは大きな差があるから、できないっていうのは人のせいにしてるんだ。で、人のせいにするってすごく危ない思想なの。すごく危ない。まあまあ俺の考えの方が特殊だからな。特殊っていうか環境が環境だから、はいはいこんばんは。めちゃくちゃな生き方してるのは俺の方だからね。いや、家庭がめちゃくちゃになっちゃうしって思ってるんだよ。思ってる。ならないよ。ならない。ならない。一日だけやってごらん。朝起きて金魚姫がにゃー、お母さんご飯にゃーってずっと言っててごらん。意外と回るよ、家庭。やってみよ。一回。それで回らなかったら、あ、回らないって、やってないでしょ？一時にゃーっつって寝てないんだもん。そしたらにゃーって言うかもしんないじゃん、旦那さんが。で、息子もにゃーって言うかもしんないじゃん。いや、いや、それ予想でしょ？憶測でしょ？やったことないでしょ？俺は本当に、のんちゃんご飯だよっつったらにゃーって言われたんだよ。でも回ってたんだから。だからもうね、そのね、なんか想像で話しすぎなんだって。やってみりゃいいんだよ。明日やってよ、金魚姫。朝起きたらにゃーって言えばいいんだよ。そう、それで回らなかったらそれは謝るよ。あ、ごめんねって、やってないのに決めつけてんだもん。やったことある？ないでしょ。なんでわかんの？賢なのかな。のんちゃん全然猫で大丈夫だよね。ほら。ほら。ねえ、なんとかなるでしょ。なんとかなるんだよ。ギリ近いこと2日やったんだ。何をやったんだろうね。何をやったのか気になるけど。面白そうだよな。なんだろう。なんだろうね。無理やりじゃないよ。やめて。全然無理やりじゃないよ。解放のニャーは殺意湧くよね。解放のニャーは本当に殺意湧くよね。なんだろうね。ムカつくよね。
何なんだろう、なんだかわかんないけど、解放、ムカつくわ。なんだろうね、なんか俺もう本当になんか、なんだろう、あいつさ師匠とか呼んでるけど弟子として機能が全くしてないんだよ。なんでかっていうと、俺がやるなって言ってることとか、俺の配信論とか、あいつヘビーリスナーの癖して俺と真逆のことやるじゃん。まずでリスナーと絶対出会わないとか、その連絡取り合わないって俺は言ってるのに、解放はやってるでしょ。でしまいにはなんか配信者と付き合ってるでしょ、俺配信者と付き合わないとか言ってるでしょ。もうさ、なんかなんだろう、俺の考え方と真逆やるからね。解放今反抗期なの。何なんだろうな、あれ。本当になんか和道イズムを継承してる配信者なのかなっていう。まあ結論出てるんだけど、全然継承してないんだけど。師匠じゃないよね。全然弟子じゃないよね、あれ。むしろひどんなに近いよね。全員師匠なのももうやめてほしいんだよね。なんか小島グランプリとかを師匠とか言い始めたから、俺その感覚で師匠って言われてんなら、あの本当に破門したいんだけど、なんかあの小島グランプリを師匠っていう感覚だったら、その感覚で俺を師匠って呼んでるんだったら、もう恥ずかしいからやめてって思うよね。小島グランプリにあげる、本当に。小島グランプリに譲渡するよ。ね、本性が出てきてるよね。本性が。あれダメだよね。なんか弟子と師匠の関係って俺そういうもんじゃないと思ってるから。ひどんなにあげようか。ひどんな実質師匠だと俺は思うよ。うん。ひどんなにあげよう。実際配信スタイルひどんなに寄せてきてるからね。和道イズムを継承してたらそもそも弟子につかない。ほんとそれ。ほんとそれ。だって俺一匹狼なの、まず群れないもんね。俺群れるやつ大っ嫌いなの。群れるやつってダメなやつだと思ってるから、俺は群れない。解放最近顔が便所太郎に似てきた。それは便所さんに怒られるよ、本当に。家に来るよ。おいってピンポンってやったら便所だ。おいって、伏線てめえ俺の悪口言ってるらしいなっつって、ちょっと配信外で話そうやって、リアル捨て頃になるよ。群れない、ブレない。俺ブレてるブレてるって言われてるけど、全然頑固者だと思ってるよ。めちゃくちゃ頑固だよね。昔から言ってることさほど変わんねえもんな。世界堂には行ってない。世界堂には行ってない。いや、めちゃくちゃいいの作ってるよ、のりこのアート。いや、普通に才能あるよ、のりこ。ほら、青いのが俺のやつで、緑のやつがのりこの作品なんだけど、すごくない？めちゃめちゃかっこいいでしょ。魔法の杖作ってるよ、たむたむ。緑のやつすげえ綺麗だよ。ちょっとカメラだと伝わらないけど、そこにあんの。いいでしょう。青は俺の作品。ブルースティック。かっこいいよね。魔法の杖だよ。のりこは着々と魔法使いになってきてるからね。いや、かっこいいでしょ。たむたむは分かってくれたか。いや、嬉しいよ。いや、結構ね、このエポキシ樹脂のアート、個展開かせてあげたいなと思ってる。かっこいいよね。なんか、部屋にさ、こういうのがいっぱいある個展とかさ、
なんか個展、なんか便所太郎さんの写真展とかやってたから、個展開けるから、なんかのりこが一個夢叶えたらねえ、俺も嬉しいから、いや、のりこ展 のりこ展ですよ でもリスナーさんもリアツツしやすいし、なんかいいよね、のりこ展。いや、のりこ展開くよ。のりこ展。なんか、のりこの一応希望では販売はしないっていうスタイルだけど、なんかこういうのいっぱい作って、なんかレンタルとかで撮影とかのね、やつとか、どっかの展示とか、レンタルとかやったらいいと思うんだよね。ねえ、全然 ADHD の息子連れておいで、ほんと。全然。ねえ。いや、本当に応援してもらいたいんだよね。なんかこれが部屋にいっぱいあって、今小さいもの作ってるけど、でかいものを作っていったら結構迫力あると思うよ。で、ライティングとか今俺が勉強してるから、照明焚いて、で、なんか BGM かけて、で、のりこの舞台、のりこ展挨拶とか面白そうだ。にゃー それでは主催ののりこ様のご挨拶です。つって、にゃー めちゃくちゃ面白いじゃん。にゃーにゃ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 ー 以上、のりこ、主催のアーティストのりこ様のご挨拶でした。俺司会やるから。にゃー ねえ。いや、やればいいんだよ。やればいいんだよ。のりこ展全然やろうぜ。ねえ、大阪万博に間に合うかなって、俺ちょっと今計算してるからね。ちょっと間に合わねえなと思って。ああ、小野陽子の挨拶あれきちってるよね。あう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 
うわうわうわあああつってあもうあれ見た時俺もう本当にやべえやつだなと思ったぶっ飛んでるわってジョン・レノンを射止めた女ぶっ飛んでるわって思ったもん。あれしかもさ小野陽子って財閥のお嬢様なんだよね確か。何系の財閥だったっけ。とんでもない大金持ちなんだよあれ小野陽子すげえよな。いや小野陽子は気違いでしょあれは。小野陽子好きだな。あれくらいぶっ飛んでないとアートはできないでしょ。はいこんばんは。やっぱ狂ってなんぼだかんねアーティストはね。狂ってるぐらいがちょうどいいんだよ。だから俺いつも言うんだけど障害者じゃないんだよ。まともなやつが障害者なの。だって世の中が狂ってるんだから。そう思わない？世の中がめちゃくちゃでカオスでこんだけぐっちゃぐちゃでこんだけなんか不条理なこととか差別とか不合理なこととかがいっぱいある世の中でまともに生きられてるって俺からすると異常なやつなの。そっちの方がサイコパスだと思うのだから異常で狂ってて矛盾だらけの世の中なんだからそういう人間の方が俺まともだと思うもん。俺の感覚ね。それはいやいやぶっ壊れる方が普通だよっていう。
こんなぐちゃぐちゃの世界でぶっ壊れてるやつはまともな感性してるんだよっていう。壊れてるのはお前らだよ。お前ら大衆だよっていう。いや、俺ずっとそれは子供の頃からの意見だから。壊れてるのは俺じゃないって、お前らだっていう。なんで俺田舎で自給自足生活しないといけないの話が飛びすぎでしょ。じゃあの意味がわかんないよ。繋がってないよ。じゃあって何？なんで俺自給自足生活しないといけないの？やだよ。やらないよ。めんどくさい。いや、飛びすぎでしょ、話が。じゃあお前、NASA に入って月に行けよみたいな。それと同じくらい。いきなり。なあ、田中、俺漫画家目指すわ。じゃあお前パイロットになるんだなみたいな。どういうことみたいな。お前絶対パイロットになれよ、応援してるからみたいな。いや、ならないから。漫画家だからみたいな。どういうことみたいな。全然つながらない。ねえ。なんか頭おかしいんだろうね、多分この人ね。何言ってるか全然わかんない。飛ぶよね。なんかさ、池を作る YouTuber の動画があって、本当に自分の庭に池を作るだけなんだけど、めちゃくちゃ本格的に池を作ってて、なんかでも自給自足生活とかいいなと思ったよ。なんかアヒル飼ってて、でアヒルがさ、こう田んぼのさ草を食べて耕してる絵とかが YouTube に乗っかってて、ああこういう生活いいなと思ったね。多分アヒル用の池なんだろうけど、庭に。すげえ面白かった。なんか自分の土地があって自由に使える空間があるっていいよな。最高だよね、そういうの。いけいけ。なんか最初地面を掘るところから始めて、スコップで俺はバカだと思って見てたんだけど、最初は地面掘ってたの一生懸命。そしたら次に瓦を砕いた瓦を巻き始めたの。ああまあこの程度かと思って、こんなの池にならないよって見てたら、今度は鉄の網を引き始めてその瓦の上に鉄の網を引き始めて、で今度コンクリートを混ぜ始めて、でコンクリートの配合率とかを画面に表示させて、こうやってやるととか、もうすげえ詳しいので、下地のその鉄の上にコンクリート引いたら、実はそれで完成じゃなくて、今度純度の高いコンクリートをこね始めて、コンクリートを2層構造にしたの。その時点でもうすげえってなるじゃん。で今度そしたら前半って書いてあったの、池を作るっていう動画で。今度じゃあ後半見なきゃと思って見つけたので、パッて見たら、あれって今度ろ過装置を作り始めて、簡易的なで今度ろ過装置をこう水道とかを地面で穴掘って、その循環システムを作って完全に埋めて、でもさすがに終わりだろうと思ったの、水が循環してるの。そしたら今度水の循環システムのホースがダサいからって言って木で枠を作り始めて、で木とかをチェーンソーで切りながら、チェーンソーでヤスリみたいにしてすごい技術を持ってて、で池の水が出るろ過装置ちょろちょろっていう木の枠ができて、でおいおいおいってなったら、今度苔を植え始めたの、木に木に苔のアートを植え始めて、もう完全な池なので、よく見たらそれ後編じゃなくて中編なので、
前編中編見て、のりここれすごいね、これ2016年だから後編見ていいって、もう20分見ていいよのんちゃん見ようって言ったら、前編中編はあるのに後編がないの途中で飽きちゃったので別の動画、その人の動画を見たら、あの完全に池は仕上がってるんだけど動画制作に飽きちゃって、その池シリーズがだったら前編後編にタイトル変えてほしいんだよ、ね、すげえモヤモヤする。前編中編で後編がまだないのなんだこの動画とか思ってなんかモヤモヤすんの。2016年の動画なんだけど、そう、まだファイナルじゃないんだよね、まだシリーズ終わってないんだけど、明らかにどん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 発展してるんだよ、ね、他の動画見たらどこで終わりが来るんだろうっていう、うん、いやめちゃめちゃ凝ってるんだよね、うん、うん、いやすごかった。池を作る動画池を作る動画中編で終わってた、うん、なんだろう、俺ね夢が一個あって、土地を手に入れて家をゼロから建てたいね。いやでももう2年経ってるんだよ2年経ってるんだよ、もう2016、他の動画アップロードバンバンしてるんだよもうね多分ねこのシリーズ本人が飽きたとしか思えないんだよ、ね、でもね20万再生とかすげえ再生されてたけど、めちゃめちゃクオリティ高いんだよ、池を作る。すげえ参考になるの。なんか水はこのパーセンテージで作らないと水が、コンクリートが腐りますので、みたいな。で、左官とかやるのよ。すごい技術なの、左官の技術が。もう完全にプロなの。舐めてたんだよ。見る方が舐めてて、本人はガチ勢だったっていうね。なんかスコップで左官をすると、こうやってやるとカーブが滑らかになります、みたいな。で、やっと左官工事終わった、コンクリート終わったねと思ったら、なんか角の部分が盛り足りないので、次の日もう一回やってんの。次の日カーブで持ってたりとか、もうこだわりが半端じゃないの。で、やっと池できたよと思ったら、今度循環システム作るし。いやー、すごいね。こだわりが半端じゃないね。こだわりが。あ、見た？どう？見た？ YouTube だね。職人さんだろうね、多分。でもね、多分本業農業だと思うんだよね。多分、俺の予想。だから何でもできる人なんだよ。何でもできる人。家をね、ゼロから建てたいんだよ。家をゼロから。法律的に問題ないのかな？土地を買って、自分たちの好きな素材で、もうなんか家を作るっていう。最初は段ボールハウスからのりこと始めるの。段ボールで二人で寝て寒いっていうことになって、石を拾って石で作ったりとかで、石が崩れるんだよ。でのんちゃんにバーって降りかかって、のりこが怪我をするんだよ。でこれはまずいって言って、そういうなんか木で床を作ったりとか。魚はいなかったね。アヒルを飼ってた人の動画だったな。俺が見たやつは。俺が見たやつはアヒルだったね。なんか家をゼロから作りたいんだよな。まあさすがにね、電気とか水道とかはさ、あのなんか東京電力とかに頼まないとダメだと思ってるけど、あ、家は作って自分の家だったら愛着が半端じゃなく湧くもんね。すごいいいと思うんだよね。
こそこ土地代が安くて公共の水電気ガスが通ってる地域どこに住ませようとしてんだよ電気も水道もないところはさすがに俺無理だよいくら俺でも無理だよ何かの無人島とか何かに閉じ込めようとしてるでしょ。ダメだよ。光回線が通ってて電気、水道、ガスは通ってないってやだよ俺。で俺が言ってる田舎は成田レベルだからね。青森とか行く気ないからね俺。コンビニエンスストアが歩いて10分圏内にないってやだよ俺。あーでも四国とか良かったな。四国のどこだったかな、松島だったかな。金魚姫どの辺なの、東北。いや俺だから田舎の方の人の感覚のズレってすごいじゃん。なんかさ、クラスメイトが3人とかのほんと卑怯のレベル、そんなのまだあるのっていうさところあるじゃん。コンビニまで、あ栃木か、あの最寄りのコンビニまで車で40分とかさ、いいなと思うんだよ。すごい感性が全部揃ってる、そういうのすごいよね。コンビニエンスストアまで車で40分みたいな、なんかそういうの逆に羨ましいもん。最寄りのコンビニ徒歩5分か。いや栃木は全然いいでしょ、全然いいでしょ。成田と変わんないでしょ、コンビニしかない。いや何もない方が俺ね、だから不思議なんだよ。新宿ってさ、日本有数の都市なわけじゃん。もう知らない人がいないぐらい有名な都市なん、新宿って。だけど俺ね、ぶっちゃけた話、成田に住んでた時の方が楽しかったの。成田に住んでた方が、成田って何もないのよ遊ぶところが。だけど毎日楽しかったんだよね。だからね、新宿っていっぱい遊び場があるはずなのに全然面白くないの。だから俺の結論なんだけど、便利なものじゃなくて何をするのかじゃないんだよ、誰と遊ぶのかなんだよ。遊ぶ友達がいるのかどうかがすごい大事だなと思った。遊んでくれる人がいないと結局どんだけ便利でも意味がないんだよ全く。カラオケとビリヤードと漫画喫茶とね、そんなのしかないのに楽しかったもん、毎日遊んでるだけで。庵野のシン・ゴジラがテレビでやってたから見てた。あれね。まあ悪くないよね。予算2億であれを作ったってすごいよね。やっぱ庵野天才だなと思ったけど。でもまあ作品としては俺微妙だと思ったけど、予算配分がすごいと思った。要はね、1個のシーン、あのゴジラがさ、ぐーって開くじゃん。ぐーってビーンっていう、あのなんだ、放射能のビーム吐くシーンだけに予算全振りしたじゃん。あれがね、やっぱ庵野の天才性なんだよね。ワンシーン3分の完璧なカット、ハリウッドに勝てるシーンを作ったら結局映画として成立するっていうセンスだよ、予算配分の。シンゴジラって2億じゃないか、20億だっけ。あれすごいよね。やっぱあそこの、やっぱ破壊の庵野って呼ばれてるだけあんなって。庵野破壊シーンかかってたら日本で一番うまいってもうずーっと有名なの。風の谷のナウシカのオウムのナギハラをビューンっていうのもそうだし、エヴァもそうでしょ。オネアミスの翼も庵野が手掛けたの爆破シーンじゃん。だから爆破の庵野とか破壊の庵野って言われてるんだよね。何かをかっこよく破壊させるのは庵野しかいない。
いやー、ゴジラの顎がこう下がってこう開いて下顎がこうなるっていうのはかっこいいよね。まあエヴァっぽいっていうかね、まあエヴァ作った人だからね、まあ実際エヴァの BGM も使われてるしね、まあ安野っぽいなと思ったよね。でもまあやっぱりあのエヴァ作れやって思ったけどこんなもん作ってる暇があったらエヴァ作れやって思ったけど、ゴジラなんかいいよっていう、いや思わない。まあまあゴジラ悪くなかったけど全然。でもなんかエヴァンゲリオン作った方が良くないかっていう、そのやることあるんじゃないですかみたいなまあね、あのゴジラがでもうつ病になっちゃってて、本当になんだろう、庵野さんうつの人だから、あのゴジラでねまた作ろうってなってるからね、ゴジラがなかったら作る気なかったって、またエヴァ作れなかったって言ってたから。だからさ、同じ作品を2回も自分で作ろうとするからあんなことになるんだよ。だってエヴァンゲリオンなんかさ、初回でさもう完璧だったじゃん。別に俺らあれ以上のもの望んでないし、ハードル自分で上げるからな。なんで完璧だったものをもう一回作ろうとするのかよくわかんないよね。天才の考えることはよくわからないよ。なんでエヴァもう一回作ろうと思ったんだろう。ガンダムみたいにしたいって言ってるよね。いや俺だから、なんだろう、今別にあのエヴァンゲリオン見ても絵が綺麗になっただけで、なんかね、なんか新しさがないんだよね、新しいエヴァンゲリオンって。なんかすげーとかじゃなくて、ああリメイクするとこんな綺麗なんだっていう、なんかリメイク版にしか見えないんだよ。でなんならなんだけど、昔のエヴァの方がやっぱかっこいいんだよね。昔のエヴァのあのドロドロした感じっていうか、なんだろう、出せてない。だから旧作でいいんじゃない、旧作のエヴァンゲリオンが完成形でもういいでしょうと思うんだけど、若い子があの新しいエヴァンゲリオン見て響いてるのかな。なんかその新しいエヴァンゲリオンを初めて見た人の感覚と古いエヴァンゲリオンを見た人の感覚のドキドキ感とワクワク感って全然違うと思ってるの俺。なんかドキドキワクワクじゃなくて、昔のエヴァンゲリオンリアルタイムで見てた時、これ大丈夫か、これ本当に放映して大丈夫かっていう怖さがあったんだよ。これ本当に何見せられてんだみたいな、これ大丈夫っていう、わかる、これそれくらいなんかやばい作品だったのよ。なんかやばいことやってるぞみたいな、夕方の時間帯にみたいななんか思想が強いぞこれみたいなあの衝撃がね、期待自体変わっちゃってる。まあまあ機体のデザインは別に、そういう細かいところは別に、キャラメカニックとかさ、その絵のやっぱクオリティとか、ヤシマ作戦とかすごかったから、あ、ヤシマ作戦ってこういうことがやりたかったんだなっていうのがやっと分かったから、予算の関係上できなかったし技術的にできなかったっていうだけで、あ、なるほどなるほど、こういう脚本だったんだっていうのはようやく理解できたけど、俺アニメ版の八島作戦は捨て回だったと思ってて、全然面白くなかった回だったの。だけどジョーを見た、あの新劇場版のジョーを見た時に、あ、あんのはこれがやりたかったんだっていう、やっと意味が分かって、あ、結構力入れてる回だったんだっていう、脚本上でもあの時代には無理だろうとか思ったけど、でなんだろうな、でもね、なんて言えばいいんだろう、なんだろうな、なんかでも狂ってないんだよね。クリエイターじゃなくなってると思ってて、なんか昔のエヴァンゲリオンの作品から伝わってくるのが、そのなんだろう、主人公と庵野の気持ちがとかが完全にリンクしてるっていうの、繋がってる感じがあるの。だからシンジ君
のその心理描写とかがすごいリアリティがあるのよ。やっぱりそのアニメ描きたくないっていうのと描きたいっていうのと、あと分かってよっていうのって、あれリスナーに言ってんだよ、視聴者に分かってよ、なんで分かってくれないんだよ父さんっていうのとか、なんかね、あこの人すごいなとか思って、ここまでその自分の心理描写を作品に乗っける人なんだっていう、なんかそういう感動ってないんだよね。なんか金持ちになってやりたいことやりまくってるから、なんかそのシンジ君が別に葛藤してるように見えないんだよね。だからシンジ君が悩んでたりとか、シンジ君がこうなんつうのこう紆余曲折してる感じがないんだよね。なんかのほほんとしてるというか、わかるかな。だからそれって俺エヴァンゲリオンの一番そのハラハラさせられるところがなくなってるような気がしちゃってね、なんかね見ててね、これってエヴァなのかなって何度も思う。なんかエヴァンゲリオンと同じ似てる何かなんじゃないかなみたいな、俺が知ってるエヴァンゲリオンってこういうもんじゃなかったなと思って。まあでも時代だよな。旧作のエヴァ見た方が俺は好きだな。旧作のエヴァを見てる方がなんかこういろいろ込み上げてくるものがあるね。なんか自分とこうダブる部分があるっていうか、考えさせられる部分がすごいあるから。あれ旧作のアニメのエヴァ見たことない人ほんともったいないよ。絶対見た方がいいよ。こんなね俺の放送見てる暇があったらね、旧作のエヴァンゲリオン絶対見た方がいい。狂ってるから。だって友達とか知らなくて、何エヴァってって言って DVD ボックス持ってたから30人ぐらいに貸したけど、全員すげえって言ってたもん。全員すごいって言ってたし、感受性強いやつうつ病になったって言ってたもん。なんか生まれて初めてアニメ見て落ち込んだっつってたもん。なんか2日間なんか家族と会話できなかったわっつって、感受性強いやつは。なんかそういうなんか魅力があったんだよねエヴァには。今はない。見るけどね、期待して見ちゃうけど、絶対見るけど、なんなら3回見に行くけど、もうでも期待してるの、なんだろう、エヴァンゲリオンとワンピースとハンターハンターでいいや、もう。もうなんかいい。エヴァンゲリオンとハンターハンターとワンピースの最終回が見れたら俺もういいや。なんかあと何かを追いかける気に全くなれないんだよね。なんかすごい作品ある、これ見た方がいいよみたいな。アニメ版の卓球のピンポンはめちゃめちゃ感動したけどな。あ、いいもん見たわと思ったけど。なんかすごい、すごいさ、あー、風立ちぬもすごかったな。風立ちぬはもう化け物だなと思ったもんな。もうあれ、宮崎駿は頭おかしいよ、本当に。あ、バケモン、あれ。本当に。ただの巨匠だよ。あれは、すごかったな。映画館で見て。もう、泣く映画がいい映画の条件ではないっていうのは分かってるけど、泣いた。響く。
ポーカー投げまくってんな、すげえな。アイラポーカーやば。ポーカー5000。ポーカー5000。どうなってんだよアイラの。意味がわかんねえよな。すげえよなアイラ。5000。稼ぐな。ずっとポーカー投げられてんじゃん。5000。どうなってたらこんなに投げるの。天才かよ。コメント書いてないもんね。ポーカー投げてるだけだもんね全員。どういうこと。すげえな。化け物だなアイラ。やっぱすげえわ。奥稼ぐやつちげえな。やっぱな、えぐ。何これ、たった1時間でポーカー5000。500万。500万。すげえな、この枠で500万稼いでんの。やば。これは運営もやめないわな。すごいわ。えぐい時代だよな。すごい。トランプの柄だけで1億ぐらい稼いでるんじゃないの、ふわっち。1億もいかないか。5000万ぐらいか。500万。100、うわーすげえ。100万超えがこんなにいんのか。えぐいな、えぐいな。何これ。いやわかんない、もうここまで来たらわかんないよ。すごいね、すげえ。稼ぐなあみんな。何に金使ってるんだろうね。俺も一回100万稼いでみてえよ本当に。何に金を使うんだろう。私生活が気になるよ。100万稼いでる配信者のすごいよね。バブルだよバブル。ボロ儲けじゃん、ボロ儲け。すげえなマジで。引くわ、引いてるわ。すげえ、バブルだな。何なんだろうね、とんでもないマダムがいるんだろうね多分ね。想像を絶するマダムがいるんだよアイラのリスナーに。5、6人いるんだよ多分。だってそのアイラが稼いでるのは事実なんだけど、アイラのリスナーが金持ってないと意味がないわけじゃん。アイラがどんだけ実力あるかとかいう問題じゃないじゃん。アイラのリスナーが半端じゃないんだって。もう財力が、あまり余る財力、半端ないわ。引く、すげえな。何これ、すんご、半端ないよね。いや、どんな生き方してるんだろうね。意外と謎が多いからね、アイラとかね。どういう生活してるんだろうね。
いや、わかんねえな、もう。もう、もう、ついていけないよ。同じ配信者に思えないもん。同じサイトでやってる配信者だと思えないよ。もう人生が天と地ほど差があるから。やってらんねえよ、マジで。なんだそれ。なんだそれだよな。すげえ。引くわ。引くわ。あと残り15分か。あと残り15分で、もうこれアイラの勝ち確でしょ。アイラの勝ち確だろうな。すげえな。なんかあるのかな、やっぱ稼いでる配信者とか同盟とかあるのかな。クラインとアイラで裏で電話して、お前ジョーカーやるんだったら俺はこっち行くとかあんのかな。ミーティングとか開かれてんのかね。すげえな。モンスターだな。うわ、8000だって。トランプ8600。8600。頭おかしいな。やば。あー、これアイラの勝ちだわ。クラインの負けだ。アイラの勝ちでしょ。あー、アイラの圧勝。アイラの圧勝だ。塾長さんがどっかに現れたらまた流れ変わんのかもしんないけど、すげえな。いいよ、一緒に楽しもう。俺には俺の、もういい、苦しくなる。いいよ、もうやめよう。リスナーさんにさ、お金に余裕があったら投げたいって言わせんのも、いやいや、嫌だよ。楽しもう。俺が金運ないのが悪いんだから、なんかリスナーさんにそんなこと言わせたくないわ。ごめんね、それを言わせて。恥ずかしいわ、本当に。リスナーさんに気を使わせるって、もうごめんね。逆にごめんね。なんか夢見せられてなくて、
なんか悲しい思いさせてごめんね。楽しもう。ごめんね、本当に。なんかそんな気使わせちゃって。ごめんね、なんかなかなか結果が出なくて。わーって騒ぎたいよね。夢みたいって言いたいよね。本当にごめんなさい。ねえ、せっかく応援してくれてんのにね、全然結果出てないかんね。うん。金運ねえんだよな。わすげえ、アイラ1万超えた。いやマジで化け物だな、1万。どうなってんだろうこれ。頭おかしくなるわ。頭おかしくなる。悔しいね。別の話しようぜ。別の話。あんまりイベント興味なさそうだから投げられなかった。フワポーカー。いや、めちゃめちゃ興味あったよ。イベントめちゃめちゃ毎回興味あるよ。ありがとう、ポーカー。毎回あるよ、全然。悔しいな。俺もなんか華やかな世界に行きたいな。キラキラ、キラキラした。何がいけないんだろう。花がないのかな。何がいけないんだろう。どこを変えればいいんだろう。トランプありがとう。めちゃくちゃ悔しいな。俺今何位なんだろう。すげえ悔しいよ。これか。これが例のやつか。アイラ、クライン、雪だるまちゃん、ルーコリン、タカ、カジノ、トランプマン、テル、マルピー、コトカ、朝の光、ニュイ、ヤマダリティ、ハル、ナナイロ、スコブル、バブミ、ヒドンナ、メグ、マサヤン、ジャスティン、サプリ、セキシンゴ、ワドウ。21位か。21位か。そうか。なるほど。21位か。
荒れた時に無料アイテムいらねえからの一言ケアは必要だと思う。そういうのリスナー覚えてるから。だってさ、無料アイテム投げてもさ、何にもならないんだよ。バカバカしくない？だってさ、無料アイテムで1位取ったやつ見たことある？じゃあ、いらねえだろ。いや、ケアとかじゃなくて、もうバカバカしくない？いらねえだろ、あんなもん。いや、俺これもうバカバカしいもんやってて、こんなさ、わけのわかんないさ、仮想配信者とかがさ。いや、だからそういうのをさ、ぐち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 根に持ってるとかさ、もう俺そういうのも嫌なの。わかる？なんかさ、あの時ああ言っただろうとかさ、もうさ、もうなんつーの、もうそういうのもう嫌だ俺。そういうの嫌だ。なんか気を使う、なんかもうお客様としてもてなさないといけないっていうの嫌じゃない？なんかそれって配信じゃないでしょ。そう、お金に振り回されずに配信楽しみたいし。ただなんかみんなが羨ましいよただ羨ましいね、うん、俺もあそこのキラキラしたところに乗っかりたいよ。いや、俺思うんだけどね、結局ね、なんつうんだろう、周りの評価って変わるから、そう、人間性がどうとかじゃなくてね、結局ね、俺んところに爆投げし一人いたら絶対周りの評価変わるんだよ。わかる？絶対誰かが100万投げたら変わると思うもん。だからさ、エルピーを見てて俺それ思ったの。エルピー自身に興味があるんじゃなくて、塾長がエルピーに爆投げしたらエルピーの評価って変わったじゃん。これない、正直。だからね、結局ね、そう、本人の実力じゃなくて誰かが投げてるかによって、いや、そうでしょ。だってエルピーがそのどういう人でとかじゃないじゃん。エルピーのことを見てたの。もちろんエルピーのリスナーは固定で抱えてる層っていると思うよ。だけどエルピーの評価ってガラッと変わったでしょ。だから誰かが、その俺はずっとタイミング待ってるよ。やっぱり歯を食いしばりながら苦節6年、いつか掴んでやるっていう気持ちはあるよ。いつか。だけどもう掴みたいよね。もうなんか貧乏なリスナーさんとかに負担をさせたくない。もうとんでもない太い囲い掴んで、もう映画もパッパパッパ撮りたい。もうもうやりたいことやりまくりたい。もう無料アイテムがどうとか言わされてる時点で俺恥ずかしいもん。本当に恥ずかしくない？無料アイテムに対して、無料アイテムなんか投げなくていいよっていうことに対して謝れって言われてんだよ俺。そのレベルだぜ俺今。もうバカバカしいよ本当に。説教くせえ、マジかっこ悪いよ。いや、マジかっこ悪いでしょ。リスナーに無料アイテム投げた人に、無料アイテム投げなくていいよって言ったら、それケアしないとダメだよって怒られてんだよリスナーに。何それって話じゃん。超レベル低いじゃん。無料アイテム投げなくていいよって言ったことに対して謝れっていうレベルが今の俺のレベルだよ。無料アイテム投げなくていいよなんだそれってレベルじゃん。もう超意味が分かんない、超低レベルな会話なんだって。もう周りから見ると悔しいよね本当に。超悔しいよ。もうそれがストレスだし、くだらねえ。もう早く抜け出したい。この生活を早く抜け出したい俺は。
終わるか、イベント。あと1分。アイラ今いくつだ。うわすげえ、12000。すげえ。アイワドツ12000か、悔しいな。もう惨めな気持ちになるよね。うん、へこむわ。へこむ。そうだよね。スキルと知名度関係ねえかんな。うん。アイラ勝ったでしょ。スキルと知名度関係ないんだよな。そこが悔しいよね。いやいや、でもね、そこなんだよ結局。うん。いやだからね、もうやっぱりね、ここまあさっきの話に戻るんだけどね、やっぱね、スキル磨いてもダメだなって思い始めたもん。もう明らかにこの1年ぐらいね、やっぱね、しゃべるスキル磨いてもしょうがないなって思い始めた。時代変わったと思って。うん、あいらイケメンでしょ多分。じゃないと無理でしょ。うわー落ちた。すげえなえた俺今。すげえなえた。うわー、もうやだなー、なんかもうやだ、もうやだ。しんど。嘘、クライン1位マジで。最後大逆転。うわ本当だ、クラインまくった。嘘だろ、何があるかわかんねえな。クラインまくったわ、えぐ。マジか、クラインまくったんだ。勢いがあるっていうかさ、じゃあしゃべりがうまいとか面白いかって言ったら面白いか。俺正直言って面白くないと思うよ、正直言って。ドレさんは生活マジでやばいよ、うん、だって俺より稼いでないんだもん現実。だから俺よりもさ、だって高い家賃のところに住んでてさ、でジムとかも4つ通ってるわけでしょ。そうだからそこが悔しいんだよ。面白いことやってね、面白いことやって稼げるんだったらさ、面白くやろうって思うじゃん。そうだから面白さとさ収入が比例しないんだったらさ、ねえ、なえるじゃん。そうこれって配信なのかなって思うもんね、やっぱり。まあでもそんなこと言ってもしょうがないよな。結果が全てだもんな。いやーマジでなえる、マジでなえた。きれいごと言っていいっすか。きれいごと聞いてくれる。俺のきれいごと、俺のきれいごと聞いて。ちょっと付き合って。
聞いて俺の綺麗音。綺麗音。もう愚痴ろ。ああもう胃が痛い。いや聞いて。俺が欲しいのは金じゃないんだよ。結果を出したいんだよ。マジで。結果を出したい。金が欲しいんじゃないんだよ。認められたいの。そのそれ相応の。その自分がやってきたことに対する。もう全然釣り合わないよね、今。全然釣り合わない。俺多分他のやつよりめ、あ、もうなんか惨めになってきた。もうなんかあれいい話題振って。もうダメだ。バッドモード入った。ダメだ。やめよ、やめよ。いや、もう、いや、もうやめよ。愚痴るのやめよ。愚痴は良くない。やめよ。もう何言っても負け犬のザレ事だから。やめよ。もう言ってる自分が惨めになる。やめよ、ごめん。やっぱ愚痴は良くない。やめよ。何言ってももう負けだから。何言っても負け犬だから。やめよ。気持ち切り替えよ。気持ち。整形について語れ？いや、別に何もないっすね。何もない。整形については何もないよ。こんばんは。最近挨拶しかしてない。コメント書いてよ、チャヨティ。うわー悔しい、マジで。もうやだよ。いや、無理すんなじゃなくて、なんか何言っても説得力がない状態だから、これが嫌なんだよ、俺。いや、その頑張ってる人じゃなくて、その、実力を認めようよっていうかさ、俺明らかにその、なんつうの、実力に見合ってない、その、ズレがあると思ってて、もうさ、金持ってるリスナーに気に入られる勝負になってきてんじゃん。じゃあ、言うよ。じゃあ言うけど、負け犬のザレ事だよ。負け犬のザレ事だよ。完全な。だけどさ、面白いことやるとかさ、知名度があるとかさ、楽しそう。結果が全てじゃん。だけど、結果が全てっていうのってさ、そう、閲覧を集めたりとか、リスナーを沸かせたりとか、楽しませたりとか、そういうことじゃん。だけどさ、もうさ、その、じゃあ結果が全てなのは、その、芸事をやってるんだったらさ、芸の世界で認め合うならわかるけどさ、俺さ、100万稼いでるさ、カソナムヌシとかにマウンティングされたりバカにされてんだぜ。もうさ、腹立つよ、さすがに。なんか20代とか10代の小僧とかでさ、配信始めて半年とかで100万稼いでるやつとかにバカにされてんだぜ。もうめちゃめちゃさ、悔しいよ。だから金が欲しいんじゃなくて、そいつらを黙らせるのって金しかないじゃん。いやもう本当にさ、なんか、萎えるよね。怒りが湧き上がってくるよ。また、これでさ、あのクソガキども調子乗らせんのかと思って。いや別にアイラとかはいいよ。キャリア長いし、喋り上手いし、芸事でやってるわけだから。そう、くれくれって、アイテムお礼で引いたもん勝ち状態だから、なんかそれって芸じゃないじゃん。リスナーの輪？いや、そう思いません、みんな。怒り湧いてこない。怒り湧いてこない。閲覧も集めて、ねえ、フォロワーも多くて、で、じゃあさ、みんなが営業マン、保険の営業マンだかなんか営業やっててさ、保険の件数がさ、100倍とかあるのに、収入100倍さ、ダメなやつが、部下がさ、収入100倍取ってたら頭にくるでしょ。
やだからね、結果と結果が全てなんだけど、結果と成果が結びついてないのよ。結果と成果が、俺は結果出してる方だと思うよ。結果は出してるんだよ、成果に結びついてないので、成果を、結果を出してない成果があるやつにマウント取られるのが一番腹立つよ本当に。なえた。トークスキルもないよ。いやだから金持ち掴んだもんゲームになってきてるからね、なんかなえるわ。なんかもう激なえだよ、激なえ。なえない、みんなも。なんか俺はなえたね。俺はなえた。毎回なえるんだけど。むしろ運営からさ、なんかさ、閲覧引っ張ってるさ、稼いでない生主とか、稼いでないっつうか、俺、よっさんとか、金梅さんとかも全然見合って稼いでないと思うよ。あんだけ有名で、あんだけ、千人単位で沸かせてるのに収入低すぎるでしょ。いや、だから、バカみたいなさ、ああいう爆投げするのからさ、引っ張って運営儲けてんだから、運営が裏で渡したいんだよ。閲覧に応じて金渡しますみたいな。おかしいよこれ。あ、それもあるだろうね。いやだからさっきもさ、いやもう苗始めたきっかけのコメントがこれなんだけど、荒れた時に無料アイテムいらねえからの一言のケア必要だと思う、そういうのリスナー覚えてるからって言われて、みんなが100万とか投げてる時に俺無料アイテムの件で詰められてんだよ。クソかっこ悪くない？みんながイベント1位取ろうぜとかさ、うわーロイヤルストレートおめでとうとか、みんながわーって楽しんでる時に、ここの話題無料アイテムがどうのこうのっていう話題のレベル低すぎるでしょ。もう激なえだよ、激なえ。なえた本当に。はぁみたいな、今それ話すみたいな。もう応援する気ゼロだなとか思ったもん。まず寒いよな、寒いよ。いや運営のやり方がっつうかさ、まあその会社単位で言ったらさ、お金を稼ぐのは正義だから利潤同期って言うんだけど、俺はいらないって言ったよ。だけどそれの俺の真意を汲み取ってないの、言葉面だけで言ってんの。俺が無料アイテムいらねえよって言った後に何て言ったかっつったら、俺がなんで無料アイテムいらないって言ったかを理由を知ってるんだよこの人は。あのねって、なんでってバカバカしいじゃんって、無料アイテムありがとうっていうのっておかしいでしょって。なんでかっつったら、結局ね、アイテム、無料アイテムを投げたところで何にもならないじゃん。無料アイテムを無料アイテムをもらって上位に食い込んでるやつがいたらさ、あ、無料アイテム意味あるけど、こんなん何の意味もないじゃん。ね？だからいらないよって、そういう意味で言ってるんだよ、俺。それを聞いてた人がこれを言ってるんだよ。バカバカしい。これ結局金投げゲームじゃんって。無料アイテムが反映されてないでしょって。だから無料アイテムいいよって言ったんだよ。それをさ、上げ足取るかのようにさ、俺がさ、無料アイテムいらねえよっていうところのさ、どうのこうのって言われたさ、それってさ、情報の湾曲じゃん、完全に。腹立つわ、ほんと。アイテムもらえないキャラがっつりって、俺アイテムもらえてないじゃん、今。がっつり確立してるよ。がっつり確立してるよ。
いやでもさ、食えないよ、それじゃ。チャイオティ。アイテムもらえないキャラ確立してるし、俺今厳しいもん。ああ、なるほどね、なるほどね。いやーもう完全にスランプだよね。いや、わかんない。もう、いや、どうしたらいいかわかんない、もう。いや、俺も悩んでるよ、本当に。いや、もう、自虐ネタも何もないよね。さらけ出すしかないよね。もう、悔しいよ、本当に。悔しいよ。へこむわ。まあしょうがないよな。稼いだもん勝ちだよな。結果、ねえ、ねえ、結果が出てないっていうのは受け入れるしかないからな。へこんだ。何なんだろうね。いや、面白いからじゃない？面白いし、なんだろう。いや、だから、結局、金魚姫さ、いいよ。いいよ、じゃあ言う？いや、余計投げなくなるだけだよ。じゃあ言おうか？じゃあ聞くんならいいよ。もうこの話やめようっつってんだけど、いいよ、じゃあ。俺、アイテム投げて当たり前だと思ってるから。1時間大人が遊んで1000円も使わないやつはゴミだと思ってるから。もうやめない？だから、こういう話になるんだって。俺が話せば話すほどアイテムが上がらなくなるだけなんだよ。だけど、俺の感覚からすると、ね、1時間大人がね、遊んで、キャバクラ行っても1時間5000円かかるんだよ。どこのお店行っても1000円かかるでしょ、1時間遊んだら。1000円も投げないゴミが100人集まってるとしか思ってないから、俺は。正直。お前らに対して。1時間1000円も払えない、1000円払うのに無料で遊んで、ずうずうしく無料で、お客様に対してその態度はないんじゃないの？説教されるような店なんだよ、ここは。わ かる？そんなさ、俺アイテム1時間で100万投げたら、それはすげえなって思うよ。10万とか。ね。やべえな、この人。ありがとうって言うけど、1時間1000円、そう。1000円ももったいないっていうレベルなんだって。いや、持ちネタじゃないんだって。持ちネタ、じゃあ来なきゃいいじゃん。対価に見合ってねえから払わないっつうんだったら。別に見に来なくて別に俺困んないんだから。お前らが1人減ろうが2人減ろうが。お前らが全員いなくなったってアイテム投げねえんだから。でしょ？いや、面白みじゃないんだって。別にここにいる全員いなくなったとしても収入減らないっていう現実があるんだもん。もう悲しいよ、俺。もう言わせるなよ、これを。言わせるなよ。もうやめよう、だから、こういう話。いや、だからもう嫌じゃん。お互い気分悪くなるだけじゃん。いや、だって、こんな話しても余計アイテム投げなくなるだけなんだよ。誰も得しないんだよ。俺が本音で話しても。だからもういいよ、いいよ。だから、過疎に投げればいいじゃん。過疎に。面白くないです。対価に見合ってないです。はい、面白くないです。すいませんでした。はい。もういいです。はい。いやいや、もう、全然面白くないよ、俺は。6時間1000円じゃないよ。俺今500円も稼いでないんだよ。何が6時間1000円だよ。ふざけんじゃねえよ、マジで。俺今何時間喋ってる？俺今何時間喋ってる？俺今300円だよ。 300円だよ。で、延長料金引いてごらん。そば代払うんだよ。
2時間で延長3回、え、何回やってる ?3 回やってるから、俺、取り分150円だよ。2時間熱弁して150円なの。それはさ、その対価に見合ってねえとか、そういう問題じゃねえだろうっていう。ニコ生はプレミアム会員費を払わないといけない。投げ銭がないけれど、ふわっちはいいと思ってる。プレミアム会員費は運営に払うわけじゃん。ユイガの話なんかどうでもいいわ。どうでもいいよ。どうでもいい。ユイガのニコ生がどうとかもうどうでもいいわ、本当。多分なんだけど、ここを見てる人はそれなりに働いて稼いでる。それってやっぱり大事だから、確かにワドにあげたいんだけど、あげたくないことはないんだけど、財布の紐も固くなっちゃうんだよね。おお、いやいや、いいんじゃん、じゃあ。じゃあいい、だから、いいよ、もう投げなくて。もう投げなくていいよ。もういいよ、いいよ。いいよ。いいよ。もういいって。もういいよ。もう金の話やめよ。もう不快でしかないよ、本当に。いいよ。いい。投げなくていいよ。面白くないよ。面白くないよ。わかったよ。もういいよ。自分のために使いなよ。いや、もういいよ。もういいよ。自分のために使いなよ。自分で稼いだ金なんだから。俺とは関係ないんだから。いや、俺と関係ねえって言ってんのと一緒じゃん、ゆたんぽさんが言ってんの。俺が稼いだ金だから、お前には関係ねえから。財布の紐固くなるって言われる。俺、それ言われてんだもん。いいよ、自分で使えばいいじゃん。俺に投げんなよ、もう。じゃあ。いいよ、もう。ふわっちゃんがくれればね、いいんだけどね。いいよ。自分で考えろよ、じゃあ。悲しいよな。光と影だよ、本当に。いや、もう泣きたい、俺。全然面白くないよ、俺は。全然面白くない。大丈夫じゃないでしょ。何が大丈夫なの。何にも大丈夫じゃないよ。何にも大丈夫じゃないよ。なえるわ。イベント終わった瞬間、みんな枠閉じてるから閲覧戻ってきてんじゃん。バカじゃないの。舐められてんだよ、お前ら。金づるって思われてんだよ。閲覧。だって、もう、イベント終わった瞬間に、みんなが枠閉じたからここに戻ってきたわけでしょ。バカバカしくない?いや、金引っ張れたからいいやって言われてんのと一緒じゃん。配信好きなのかよ、そいつら。金稼ぎに来てるだけじゃん。くだらねえ。いや、別にいいけど、面白いもんは面白いで。気分悪いわ。気分悪いえ、マジで。泣きそうだよ、俺。いや、マジで泣きそう。本当に。もう涙ここまで出てるからね、俺。ここまで涙出てるよ。もう本当に。家出しようかな。100万稼ぎて、超100万稼ぎて、もうでも100万稼いでもマウント取られるんだろうな。
費用対効果とかじゃないんだよ。うん、いやもう金の話したくないもう、うん、金の話したくないわ、うん、もういいよ、もう受け入れよ。あもう今日腹くくろ、今日腹くくる、もういい、もういいや、もう諦める、もうきっぱり、もう今日けじめつけよ、もうだいぶ引っ張ったけど、もういい、もういい、もう俺は収入目指さない、もうやめよう、辛い、もう毎回こんな惨めな思いしてたら嫌になる、うん、いい、もう金は諦めるわ、金は諦める、もう、うん、いやもういいや、疲れた本当に、毎回こんな夢見てたらもうバカバカしいよ、本当にバカバカしい、うん、俺とは関係ない、もう他のやつらは、俺は俺で行くよ、うん、そうする、うん、うん、やりたいこと好き勝手やってんのが一番いいよ、リスナーのためなんか俺一回も考えたことないよ、正直。あのね、俺ね、綺麗事大っ嫌いなんだよ。なんだリスナーのためって。俺それ言うやつマジで信用できない、そう思わない、そう思わない、何がリスナーのためだよ、本当に。そういう嘘をつくやつ大っ嫌いなんだよ俺、全然意味わかんない、何のために配信やってんの、営業マンかお前は、本当にバカだろ、リスナーのためとか言ってるやつ、うん、うん、そうだな、もう腹くくろ、うん、貧乏を受け入れよ、貧乏、俺分かった、解明する、俺ワド監督辞めるわ、今日から俺貧乏だわ、うん、はい、名前変えます、ワド監督じゃありません、僕の名前は、僕の名前は今日から貧乏です、皆さんどうぞよろしく、名前変えよう、うん、もう貧乏って俺どっちゃん笑った、いやもう貧乏だよ俺は、うん、貧乏で行く、貧乏ね、オッケーみんな、いやもうだって貧乏なんだもん貧乏で行きます、もう俺は名前変わりました、今たった今から、俺のこと貧乏って呼んでください、はい名前変わったひらがなで貧乏だから、うん、いいだろう、名は体を表すって、うん、いや貧乏だよ貧乏、うん、あれもう名前変わったから、うん、たった今この瞬間に、うん、見てごらんランキング、ま、名前変わったでしょ、名前、そう、もうこれでもう、あそうなんだこの人貧乏なんだってね、ほら名前変わったはずだよ、どこいる俺、どこいんだよトランプね、21位、ほら貧乏ね、わかる、もうこれで全てが解決したんだよ、貧乏さんだから、うん、もうワド通じゃないから貧乏だからうん、いやもう俺はブレないよ、
俺はブレないよ、うん、いやのんちゃんが笑ってくれたからいいや俺。いや領収書に貧乏、そうだよ領収書貧乏、お名前はって言われたら貧乏でお願いします、うん、金がない、そうそう金がない話をひたすらしてるんだよ、うん、ね、領収書の宛名は何になさいますか、あ貧乏でって楽になったねだいぶね、税金対策なんかないよ、貧乏なんだもん、税金払ってるって聞かれたら払う税金がない貧乏だから何の問題もないよ、何の問題もない、全ての問題が解決したんだよ、うん、そう貧乏神とかじゃないんだよ、もうそういう神とかつけるからややこしくなるんだよ、貧乏だよそう、うん、そうさ、もう神とか様とかいらない、貧乏だから今日、うん、貧乏、タバコ吸ってるやつ大体貧乏だから、うん、もう何でもいいよもう、いいな貧乏、いいな解放の師匠貧乏だから貧乏と解放だから、うん、ああそうだね試験目とかね、うんうん、試験目監督ね、うん、試験目って小手半大手になりそうだよね、なんかあるよね大手ネームってね、売れる名前ってあるんだよね、しけもくは絶対売れるね、うん、うん、そうそうそう、うむかつく、もう今度から小銭だけ持ち歩こう財布捨てよ、歩くたびにジャラジャラっていう男になろうザラ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 っていうザラ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 っつって小銭こうやってやりながら会計する男になろうザラ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 っつってすいませんつが100円ある隣のやつに100円ある口癖になろう、あとあのコラボ配信の時にはタバコ一本ちょうだいしか言わないキャラになろうタバコ一本ちょうだいって、うんうん、そういや貧乏だからね、うん、おごってコーラおごってって花火もらった時のエフェクトはいいの本当にいいのってマジでいいのってなんかありがとうとかね、ガリガリ君食べる
のんちゃんガリガリ君あるよ。家に来たやつにやたらガリガリ君勧めよ。うまいもん。高いやつじゃねえって。ハーゲンダッツって何？ハーゲンダッツって知らないんだけど。外国のやつ。いいね。外国のやつね。いくらあぶれば足りるって。いくらあれば足りるって。なんだろう、貧乏キャラのセリフ、うん、貧乏キャラのセリフなんだろうね。磨きをかけていかないとね。貧乏キャラのんちゃん全部裸電球に切り替えて、俺の家。あのライトスタンドとかいらないから全部裸電球に変えて。高いから。いや違う、もう より貧乏に見せないといけないから。いい、全部裸電球に変えるから。金かけよ、金かけて貧乏キャラ磨こう。上からあと、キャラクターとしてやっぱフリー Wi-Fi を常に探すキャラクターね。現代風ね。フリー Wi-Fi 見つけたっつって。フリー Wi-Fi から配信しよう。貧乏だから。コンビニの前から配信。そうだね、うん、冬でもダウン、うん、室内、うん、会社名入ってるやつ。ノーキャット。すずジャンパーね。ボロボロのやつ、ね、あとなんだろう、貧乏なんだろう。そうだね、貧乏はね。髪をロングで油テッカテカなんぞ。お風呂入れないから、うん、でも中学生のジャージは暑いよね。中学生のジャージ捨てたのちょっと後悔してるもん。
中学生のジャージは取っておくべきである。あれなんだろうね、なんかさ中学生のジャージとさ中学生の制服あるじゃん、耐久性おかしいよね。あれ一生着れるでしょなんか材質どうなってんだろうって何回も思ったもん。 なんかさ3年間こんな毎日着てるのになんでこれ着れるんだと思うよね。あの材質すごいよね。ね、制服の材質なんかあれおかしいでしょ。絶対特殊な何かが入ってると思うんだよね。あ、魚肉ソーセージをずっとかじってるって大事だな、いやジャージパジャマはいいよ。25年前のやつ着てるんだ、おかんすげえな。そうだね、ユニフォームジャージに切り替えよう。ジャージに3本線3本線って今売ってるのかな、流行ったよね3本線のジャージ。アディダスだっけあれ。だけど偽物なんだよ。3本線ちょっと高いんだっけ。あれ3本線って今売ってんのかな、逆になんかかっこよくない、3本線。あれめちゃくちゃ流行ったよね昔。3本線あと、いや俺分かった、ガルフィー切る。ガルフィー着ようよ。のんちゃんガルフィー知らない？え、ガルフィー知らないの？マジで？ジャージに後ろに犬の描いた。え、ガルフィー知らないの？マジか。え、これ千葉だけなのかな。ガルフィーめちゃめちゃ着てるやついたよね。そう、ヤンキーが着てるジャージ、ガルフィー。え、ガルフィーのジャージ知らないんだ、都会だな。いや、ガルフィーっていうブランドなの。で、あのなんかシンナー吸いすぎてるヤンキーとか着てる。成田めちゃめちゃガルフィー着てたけどな、知らないんだガルフィー。やっぱ田舎なんだな。え、みんなも知らない？え、地元限定だったのかなガルフィー。くっそダサいジャージこれガルフィー久々見たガルフィー知らないの知らないこれ。そう、あ、ガルフィークソダサいやつえ、これヤンキー御用達だよ、そう。成田なんかこんなのいっぱいいたけどね、知らないんだ。うちの旦那愛用なんだ、さすがデコトラ。ガルフィーはめちゃめちゃもう定番アイテムだった。いや俺着たことないけど、そう、なんだろうね、そう、こういう髪型の人が着てるんだよね。これ結構高いのかな。ガルフィーっていくらぐらいなんだろう。こう、こんなのね、テカテカのこんなの。そう、ガルフィー結構高いんだよね。じゃあダメだよ。え、和柄のブランドになったんだ。いやでもガルフィーのやつは金持ってないからガルフィー着てるやつは金持ってない、高い。カラクリってメーカーになったんだ。あ、御用達っていうんだ、ありがとう。貧乏だから分かんなかった、ごめんねこれね使えるね、何でも貧乏だからっつったら説得力あるよね。ごめんごめん、貧乏だからさ、ありがとうヨシさん教えてくれて。ね、何でも買えそうかってなるでしょあ、貧乏だったんだ、ごめんごめんってなるじゃん本買えないんだよね、そう、貧乏だから学校行けなかったんだよってなるじゃん、いろいろ。そうだね、ガルフィー、ガルフィーねえ、そうだねってなるよね、ごめんねって、貧乏じゃしょうがないよねって
ガルフィー、ガルフィー、アディダス、アディダスは普通にスポーツメーカーでしょ。まあそっか、東京の人はガルフィー知らないんだ。こんな恥ずかしいの着れないもんねただのやからだからね、ユニクロ GU はおしゃれだかんな、なんかなんだかんだ俺ね、なんかね、オタクがオタクらしい服装をしなくなった。例えばあのポロシャツポロシャツにシャツインのオタクとかいなくなったじゃん闇将軍、そう闇将軍みたいなのいっぱいいたんだよ、秋葉原とかに。ポロシャツでシャツインでベルトの位置がここのやつもうわかる、ジーパンここなの、こういうやついっぱいいたんだよ、ポロシャツ着て いたよね昔ね。ユニクロのせいでこういうやついなくなったんだよこれでリュックサック背負ってんの。昔いっぱいいたよね、こういうこういうオタク。そう、紙袋、ポスターがここに刺さってんの、ポスターがここに刺さってて、こうやって紙袋背負ってるオタク、ポロシャツ、ねえオタク、これいなくなったんだよね。だからユニクロのせいだと思ってんだよね。ユニクロのバンダナは巻いてねえだろ、いやなんかね、ユニクロのせいでね、ファッションが壊れたんだよ日本の。いや電車男、いや電車男みたいなのいっぱいいたよ秋葉原に。なんかファッション、ファッションがね、ユニクロ GU、 そうチェックのシャツ、ねえ、ボタン式の、そう、継ぎはぎにしないとね、のんちゃんね、継ぎはぎ、ジーパンのここジーパンのここワッペン貼って、のんちゃん、今度ここワッペンここに貼る小学生いなかった？みんなワッペン貼ってたよね、穴開いたらね。そうワッペンだらけになってる小学生とかいたよねいたよね。今いないよね。ここに俺ロケットのワッペン貼ってたよロケットのワッペンダッセーやつ、こことかね、ワッペンハロー、ワッペン、車のワッペンとかクッソダサいやつ、パトカーとかパトカーのワッペンとか UFO のワッペンとかさ今破けたら捨てるよね、うるせえなこいつ、もうネタこするなよお前、ブロックな、ナンシーお前うぜ、ブロックな、邪魔、貧乏なんだよこっちは、黙ってろよ
こするな。一回オチがついたネタをこするな、ボケ。ねえ、せっかくねえ貧乏ネタで楽しんでたのにね俺らがいかに貧乏かっていう話で盛り上がってたのにねえ、パトカーのワッペンでガルフィーとかね、うん、じわじわ来るよね、外国のアイスとか外国のやつ、うん、いやハーゲンダッツなんか知らない俺ら、外国のやつ、うん、外国のやつ大抵超うまいからねないレディーボーデン、ないそれ、外国のやつ、外国のやつ知ってんの、あれマジかよいくらあれば足りるしかもね、こうやってね、いくらいくらっつってジャラジャラっつって小銭用意しとかないとな、小銭ジャラジャラ言わせないとダメだから、ちょっと待って、ジャラジャラ言う小銭の量が欲しいな、うん、小銭を財布持たないでこう直、うん、いくらですかつこうやって1円玉多いな1円玉率が高いってね、こうやってね、いくらっつってえっつって、うん、ポケットに小銭忍ばすとこアルミニウム多すぎるだろ、ちょっとこれこうやっていくらあ、そうだよ薄いカルピスいやでもあの瓶カルピスがある家は金持ちだよ、本当の貧乏知らないんだよ、瓶カルピスがある家金持ちだよね、カルピス飲まない、うん、なんだろう、貧乏な家にあるアイテム、砂糖水はさすがにないでしょ、砂糖水は、うん、何だろう、貧乏アイテム、あこいつ貧乏だなっていう。あー分かった、貧乏っぽいの分かった、俺貧乏っぽいの分かった、いいやっていい、うん、メガネのここガムテープで止めとこ、うん、浅井さんだメガネのフレームのところをガムテープで補強しようぜこの絶妙なところがガムテープで止まってるっていう
これ貧乏っぽいでしょ、ちょっとここ、うん、浅井さんじゃんとかやめなさいよ、ちょっと浅井さんじゃんはダメでしょ、言ったら。いやでも浅井さんにメガネ買ってあげたかったな。レンズ入ってないの。 そもそもレンズが入ってないからねいやでも浅井さん元気にしてたよ、この前会ったら浅井さんじゃんは面白かったね、うん、豆腐とか梅干しが入ってたって俺、ああーいいね、いいよ、来たよ来たよ、のんちゃん、あの梅干しのパックあるじゃん、あれをなぜか取っといてて他の食べ物に転用する、要はタッパーとして使ってんの。そうか、あのんちゃんわかんねえ、金持ちの子だからわかんねえんだわ、わかんないんだよ、ボンボンだから。嘘でしょ。本当だよ、幼稚園の時。え、マーガリンのケースがお弁当箱だった。そう、幼稚園の時。なんで、わかんないお母さん天才なの、うん、なかなかだな、なかなかだな、幼稚園生にはちょうどいいおじさん、うん、いやいや俺の枠で花火なんか上がるわけないじゃん、何言ってんの、貧乏なんだからねえのんちゃん、うん、俺の枠で花火なんか上がるわけないじゃん、見たことないよ花火なんか上がるわけないじゃん、バーガーが限界だからバーガーから下のアイテムしか投げられないんだよここ、俺見えない、うん、貧乏なもんだって、上がるわけがない見えない、そんなの上がるわけない、信じてないから俺、あれ花火とか運営のやらせだと思ってるから、ただのエフェクト、ただの嘘だよそんなの、風船ありがとう風船来たよみんな、風船ありがとう、風船ナイス、風船ありがとう、でしょ、貧乏なんだから貧乏、風船、風船ありがとう風船とバーガーしか見えない俺風船ありがとう、うわ、なんちゃん風船もらったよ、みゆきさんから、すげえ、風船だよ、風船ありがとうやった風船だわ、やったありがとうみゆきさんえ、なんでマーガリン、本当にマーガリン、え、なにの、すげえな、のりこぶっ飛んでるな、え、なに、のりこが指定したわけじゃなくて、うん、お母さんが勝手にやったの、すげえな、え、お母さんもぶっ飛んでる人、わかんない、わかんないってなんだよすぐ亡くなっちゃったんだっけ、小さい時に、二十歳の時だっけ、26の時か、うん、お母さん多分ぶっ飛んでるんだろうな、のんちゃんのお母さんな、うん、でもさ、なんだっけさっきのそのね、梅干しのタッパーに漬物が入ってるとか結構あるよね、うん、それがわからないっていうのはね、俺はねやっぱね、ちょっとのりこにイラッとしたよね、貧乏ではないんだよ、貧乏でも、うん、でも決まってたの、マーガリンの日、はその日は、うん、サンドイッチだった、へえ、ジャムが挟んでパンに、え、サンドイッチってジャムのサンドイッチなの、そう、へえ、ジャムだけ手抜きだな、ジャムサンドだけ、ジャムサンドだけがマーガリンの箱に敷き詰められてるんだ、そう、へ、いや、のんちゃんがねジャンクフード好きなのね、あの自炊ばっかりだった、お母さんとかね、のんちゃんがね、あの外食しない家庭だったのね、え、のんちゃん、うん、だから反動でねジャンクフードを求めてる、でもねそれわかるんだよね、育ちのいい人とかね大人になるとジャンクフードに偏るんだよね、普段ジャンク食ってる人は逆にね自炊に偏ったりするんだよおやつが陽明酒なんだろう、貧乏だなーっていうエピソードが欲しいな、わー貧乏だなーっていうエピソード、もうお腹いっぱいだよっていうぐらいの貧乏エピソードないの、
貧乏エピソード。ちょ、貧乏エピソードシェアしてこうよ。貧乏エピソード。なんかねえかな。穴あき靴下か。まあ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 。まあ、え？よくある。よくあるっつうかね、俺ちょっとトラウマ思い出しちゃって。なんか知んないけど、靴下買ってくれなかったんだよな。なんでなんだろう。靴下穴ずっと開いててすげえ恥ずかしかったから、ちょっと今笑えなかったんだよね、今。だから俺さ、のんちゃん、パンツと靴下やったら買う癖あるでしょ。あれね、多分子供の頃のトラウマ回避なんだよ。やっぱりね、学校でね、その、やっぱ嫌だったね。なんかちょっと悲しくなった。お米をいってそのまま食べてた。何それ、うん、梅干しの樽の中身を食べたくて妹と争ってた。種の中身、はいはいはい、はい、なんだろう、俺だけど、あの、なんだっけ、なんだろう、なんか香ばしい貧乏エピソードないかな、うん、なんかこの絶妙な貧乏だなっていう。鶏ガラを弟と取り合いしてた。ニンニ貧乏だね、それは。なんかね、違うんだよ。絶妙な貧乏が欲しいんだよ。絶妙な貧乏。絶妙だなーっていう。あ、そうだ。グリーンピースのエピソード話していいっすか？グリーンピース。グリーンピースのエピソード話していいっすか？グリーンピースってまずいじゃん。でシューマイとかさ、チャーハンとかいろんなものに転用されてるじゃん。知ってた？グリーンピースって栄養価ほとんどないんだよ、あいつ。腹立つだろ。すげえ腹立つだろ。グリーンピースって栄養価ほとんどないの。ないの、あいつ。給食にグリーンピースご飯出たよ。ないの。ないくせに、やたら出現率が高くてまずいの。何なんだろう。でも最近グリーンピースって見なくなったよね。何なんだろうね、グリーンピースって。ミックスベジタブルに入ってる。おお。グリーンピースご飯って何？なんであんなにグリーンピースが台頭してきたんだろうね、うん、よくわかんないわ、グリーンピースは。紅茶のティーポットを洗濯バサミで挟んで乾かしてまた使って繰り返す貧乏。いや、それはさすがに現実的じゃないでしょ。やってる人いないでしょ、うん、色が出なくなるよ、うん、なんだろう、もう絶妙なストライクの貧乏エピソードが欲しいな。なんか誇張して作ったような話の貧乏じゃなくて、あ、これ貧乏だなっていう。あ、兄弟の多い家庭を思い浮かべればいい。あー、あ、あー、これでもあれだな。あの、すっげー、あの、別に大した美人じゃないんだけど、そこそこ顔が整ってて性格が良くてマドンナ的な女の子がいたの、中学生の頃ね。で、その子が私服がダサかった時、なんかすげえ萎えた。わかる？これなんかね、なんかなんか、なんだろう、なんか絶妙な色のセーターを着てたんだけど、なんかなんかあってなった。これ貧乏の話とは別なんだけど、わかる？これダセーっていうか、リンスは薄める。いや、絶妙な貧乏だなっていう、それは貧乏じゃなくて不潔でしょ、ただの。
貧乏だなって。あ、うん、なんだろう、思い浮かばねえな。絶妙な貧乏。あ、でもね、俺ね、あの3時のおやつ食べるやつは敵だと思ってたね。わかる？友達の家に行って、お母さん、友達のお母さんが俺3時のおやつよって言って、一緒に食べようっていうケーキが出された時に、俺は演出だと思ってたの。過剰な、要は俺が遊びに来てるから、はいはいって子供ながらに思ってたんだけど、どうやら何回か通ってるうちに気づいたんだけど、その友達、毎日こいつ3時におやつ食ってるわと思って、俺はその時腹が立ったね。いや、じゃあ3時におやつがあるっていう概念に腹が立ったの。3時におやつなんか出たことねえよっていう、なんか育ちいいなあこいつっていう。あもう一個出てきた。それ同じやつなんだけど、あのなんだっけ、なんとか先生、あのおもちゃもらえるやつ、塾、あの通信教育ですげえ楽しそうなおもちゃの文房具とかもらえる、なんだっけあれ、赤ペン先生、赤ペン先生めっちゃやりたかったの俺。わかる？これ赤ペン先生契約してたやつ金持ちじゃない？これわかる？真剣ゼミだっけ、そういう系、赤ペン先生とか真剣ゼミとか、なんかすげえ毎月面白おかしい文房具が届くの。あと学研の科学とか。そう、え、もしかしてそういうのやってたのか、うん、ふざけんなこいつマジで敵だよ。子供の頃そういうのやってたんだって。何あれ本当に、あんなワクワクするものをやったら勉強するよね。やりたかったよね。ふざけんなよな本当に。うん、え、今タブレット式なの？え、っていうことはタブレットがもらえるの？ふざけんなよマジで、うん、差別だよ差別、許せねえな。あとなんだろう、子供の頃羨ましかったの、なんだろうな、あ、俺リアルに羨ましいと思ったのが、ミニ四駆が流行った時にミニ四駆好きのお父さんがいて、お父さんがミニ四駆とかエアブラシで吹いてくれてるのをすっげえ悲しいエピソードなんだけど、子供心になんだけど、友達とミニ四駆で遊んでるじゃん、ウィーンって5人ぐらいで、そしたらすげえピカピカのミニ四駆なの一人だけで、いや、うちエアブラシとかあるよって言って、やってあげるよって言った、お父さんが吹いてるのをなんでか知んないけど俺一番遠くで見てたんだよね。なんかあそこには行けないみたいな、なんかみんなすげえすげえみたいな、僕のもやってよってなってたんだけど、俺もうこんなになってたからね、もうなんかうちパパいないみたいになってたから、俺の家パパいないしみたいな。なんだろう、悲しいエピソードが溢れてきたな、だんだんなんか。なんかそいつの家ラジコンとかお父さんと子供でやるんだけど、もうこんなになってたよ俺。俺はやらないみたいな、俺は今日いいわみたいな。いやもう本当なんか切ないエピソードだったな本当に。なんかね、お父さんと仲のいいやつは敵だった俺の中で。お父さんと仲のいい家庭の同級生はなんかね、嫉妬が半端じゃなかったもん。もうなんか お前は分かってないみたいな。もう なんだよこれみたいな。なんだろうな、そういう子供だったな。そう、ミニ四駆のやつは、そう、充電式のやつなの。そう、そいつの家、そう、思い出した。で、モーターとかも4つぐらい持ってんの。パワートルクとか、オレンジ色のとか、そう。で、ギアとか変えるの。そう、もうやだ。あー、そうなんだ。わかる、母子家庭とか父子家庭ってそうなるよね。母子家庭とか父子家庭ってちょっと歪むんだよやっぱり。そう、
そう、専用の充電のタミヤって書いてる。そう、なんかね、すげえ嫌な気持ちになったな。なんだろうね、あれね、嫉妬だよね、絶対あれ嫉妬。あとね、あのギアとギアの間に油刺すの腹立つ。なんかね、チョンっていうね、なんか こんなやつ刺すのこうやって油刺すの腹立つわ、本当に油ちょんちょんって刺すとね、ギアが回るんだよ、ギアが。そう、腹立つわ。やだね、やだね、そういう家庭の子供。俺今そういう家庭の子供見て、親がいなくなったらちょっと蹴るもんコツンって転ばせるもん、足引っ掛けて、ぶつかったりね、わざとこのバーンってぶつかったりする そう、幸せなやつは敵だから幸せなやつは敵。あ、逆に好きなエピソード言っていい？俺こいつ大好きだわっていうエピソード言っていい？俺タバコマッチでしか吸わねえからやっぱ吸ってみる？マッチだと香りがいいんだよって言ってそいつが100円ライターに変わった瞬間、俺こいつ大好きだわって何にもノーセンデのあれって俺も突っ込まないけど、なんかシュポって普通につけ始めた瞬間にそいつのことが好きになったのあれみたいなあれマッチどこ行ったみたいな。泳がすけどね、俺は。10年ぐらい経ってからいじってやろうって、今いじれたよね、だから今回収できた、いない、周りに、ね、いなかった。なんか、いやマッチはすげえいい、香りがいいんだよみたいな普通に今多分ライター、100円ライター使ってるから、そういうのはいいエピソードだね。好きに友達になれるエピソードだね。そう、ああいるいるいる紙のやつでもね、こうピシッてやるやつね、紙のやつでさ、ピシッてやってさ、パサッて切りそう、え、なに何？紙のやつでさ、ちぎらないでさ、パシッてつけてさ、そうそう、こう折ってでしょ、パシッて。え、今その話したんだよ今その話終わったところなんだそれ喫茶店の下りだからその後に同じトーク後ろからかぶせられたからびっくりしたよ、自分で使うもんだと思うじゃん。あれちぎって使うんじゃないの？俺ちぎって使ってたけど、なんか折り曲げてプシュってやってこうやってやるよね。それは前にしたら全焼アホの子だからボーッつって、楽しかったな。よくエロ本蹴っ飛ばしてたな。これ女の人は分かんないかもしれないけど、男の人は分かるのはね、ずぶ濡れになったなんか森とかね、池とかのところにあるエロ本蹴っ飛ばして、ウェーッって蹴っ飛ばして、4人ぐらいがひょこ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 って蹴っ飛ばしたエロ本こうやって見て、でまた誰かがうわーって蹴っ飛ばして、ひょこひょこひょこっつって覗くって、エロ本がないもんね、今ね、多分エロ本が落ちてないもんね、世の中にね。なんであんなエロ本落ちてたんだろう。
だからなんかおじさん、素敵なおじさんが子供たちの未来のためにエロ本を捨ててくれてたんだと思うんだよ。夢だね。夢、ドリームだよ。そう、子供たちの未来を託すためにエロ本を巻くおじさんがいたんだよ。あ、でもね、この前で、ね、中野坂上ってすげえ面白かったのが、エロ本の1ページが落ちてたの。すごいどぎつい、なんかグロいエロ本がね、エロ本が落ちてて、エロ本じゃないんだよ、エロページなんだよ。1ページが床に落ちてたの。それなんか10メートル置きぐらいにずっと落ちてて、すっげえ面白かった。なんでこいつエロ本破って1枚置いて、エロ本1枚置いてって、なんだろうと、すげえワクワクしたもん。いや、だから帰り道ずっとエロ本が10メートル置きにあんの。なんかダイイングメッセージみたいな、うん、そう。うわ、グリとグラめっちゃ懐かしい。うん、あれのなんかパンケーキみたいなさ、うん、焼くじゃん。うん、知ってる？え、グリとグラさ、パンケーキみたいな。あ、知らない、知らん。あ、そうか。うん、グリとグラ一番最初のやつしか知んないかもしんない。なんか持ってたよ、グリとグラ。絵本がやたらあったんだよな、俺の家。なんで絵本あったんだろう、あんなに。ノンタン、ノンタン全巻揃ってたからね、ノンタン。ノンタン読みたいな。ノンタン全巻欲しいな。ノンタンと一緒。ノンタンと一緒だ、そう。ノンタンと一緒。なんであんな絵本あったんだろう。あと悲しかったのがさ、デアゴスティーニの光る恐竜ザウルスの CM、 あの元祖雑誌を集めていくと創刊号100円で、ティラノサウルスができんの、光るティラノサウルスが。で、完成したんだよ、光るんだよ、こんなでかいんだよ、骨の骨格標本みたいな。それがね、地震で地震が起きて、朝ティラノサウルスがバラバラに砕けてるのを見て、あれ辛かったな。完成させたの？完成させた。あれ、もう買ってもらった、ごねた。あれはトリケラトプスもあったよ。定期購読していかないとさ。違う、定期購読はしてない、しないで、ね、そう、ま、もうこの日販売日になって本屋に行ったら買ってもらったね。え、子供の頃ね、林の中エロ本だらけだったよね。いや、エロ本だらけなんだよ。そう、なんで林にだから投げるおじさんがいたんだよ、エロ本を。変態がハスハスしてたんだかな、違うんだと思うんだよな。いや、だから俺は別に貧乏じゃなかったから、ここにワニがついてたからね、俺。もう成田で言ったらもう超上流階級だよ。ここにワニの、ワニがいたんだよ、ここに小さい。ラコステ。ラコステ小学生で来てたんだよ、俺。超上流階級だよ。マロングラッセが好きだったんだよ、マロングラッセが。バカありがとう、おやすみ。ラコステ。小学生は着れないよ。ラコステ、闇将軍ぐらいだよ。そう、だからもう小学生の時点で俺は闇将軍超えてたからね。マロングラッセ食べてたよ、マロングラッセ。ねえ、そう、超上流階級だったから。クッキーは缶だったからね、缶のクッキーだったから。あの真ん中いちごジャムのクッキーをこう食べてたからね、うん、缶のクッキー食えなかったでしょ、子供の頃。いただきもの、いや、もううちはストックが半端じゃなかったからね、缶のクッキーが。超上流階級の子供だから、お歳暮とかに来る、うん。
すごかったよ本当に、うん、シャンデリアがあったからね俺の家の玄関にはシャンデリアがあるんだよのんちゃん、すごいでしょ、うん、玄関シャンデリア本当だよ、すごいよ。なんだろうな、なんかクリスマスにあれだな、なんかあの電波少年みたいになんかサンタやりたいな、サンタなんか子供にさなんかプレゼントやる企画とかやりたいよね、貧乏な家の子に。そうでもそう都内に住んでる時点で貧乏じゃねえかんな、なんかいねえかな貧乏な家の子供いないリスナーで、なんかマジで貧乏なリスナー募集しようかな、なんかその人の家になんかプレゼントを届ける枠、うん、俺今日くれない叩いてきたよ、うん、いや貧乏な家の子供いないでしょね、あ貧乏だなっていう、半ズボン履いてランニング着てるような、そう、うん、ねえ、そうこうやってやってたよね、木の棒とかでツンツンやってたよね、なんか貧乏なや貧乏な子に何かをプレゼントする企画やりたい。でも何が欲しいのっつったら iPhone って言うんだよ、そういうガキは。もう今の子は iPhone しかいらないんだよ、うん、欲しいもの iPhone しかない。孤児施設とかがなんか、でもそうなるとね好感度上げに行ったみたいになるから嫌なんだよね、なんか偽善っぽくなったら嫌だから。僕監督じゃないですよ、貧乏ですなんで僕のこと監督だと思ったんですか、僕貧乏ですよただのねえみんな貧乏です僕は。いや施設とかやるとやらしくない、なんかそういうなんか偽善みたいなことやるとなんか嫌なんだよね。そうじゃなくて、どうなんだろうね施設の子供とか、なんかそういうのはやらしいっていうか、なんかそういうのは陰でやれって感じだ、配信じゃなくて、うん、そういうのは嫌だな、なんかやるとそういうのやるんだったら裏でやれって思う、うん、表でやんじゃねえよっていう、うん、なんかやらしいよね。競馬場にいるやばいおっさんにクリスマスプレゼント面白いじゃん。JRA にいるやばいおっさんに一人一人話しかけてクリスマスプレゼント何か配るっていい企画だな。何を欲するんだろうね。イライラしてるからね。何を欲するんだろうね。天下とか配ったら怒られるかな。天下。うん、同情してない金を、うん、なんだろうな。いや一回俺 JRA 初めて行ったけど、あマジで空気やばいな、あれもうほんとこの世の終わりみたいな環境だよね、あれ。いや本当に怪事っていうか、マジであれは、あ、年末ジャンボってもう売ってないの？年末ジャンボって何日まで売ってんの、あれ。まだ売ってる？年末ジャンボ配信やる？いいか。なんか、アイラが100万ぐらいどうすか買うもんね。
いや、あいら毎年やってるもん。25日までか。いや、当たんないでしょ、あんなの。買う？年末ジャンボ。なんかでも、年末とクリスマスなんか企画やりたいね、なんかね。面白い。あいらに任せっか。そういう金に物言わせる配信はあいらに任せよう。でも別にあいらが1億円当たったところで金持ってるからね。金のあるところに。そうそうそう。金のあるところに集まるんだよ。だからもんちゃんなんてあれもう笑い話でしょ。リアル怪獣グランプリとか言ってさ、1億円手にしたんで、もんちゃん、ご令嬢だからね。超有名な社長の。めちゃめちゃ金持ちだっつーの。あれ、全然怪獣じゃないでしょ。ただの現実だからね。怪獣よりひどい話だよ。いや、ひどい話だよ、本当に。怪獣なんか指落としてるんだよ。指落としてさ、ビルの屋上から鉄骨あたりやってる人も負け続けてんのにさ、鼓膜は破れたり。そうそう、鼓膜自分で破っ、え、あ、鼓膜は破れたんだっけあれ、ギリギリギリって。え、鼓膜は破れなかったでしょ。鼓膜は勝ったでしょ、Eカードは。うん、俺の子供時代クリスマスプレゼントで流行ったのファミコンかラジコンだったけど、自分は枕元に焼き鳥屋の系、え、焼き鳥屋の軽トラが置いてあったの？プラモで。親父のセンスで。あ、俺クリスマスプレゼント何だったかな？何だったっけ？覚えてねえな。サンタが間違え違うもの買ってきた時はショックだったよ。ああ、あるあるだよね。泣いたよもう。泣くよね。え、俺何あったっけ、全然覚えてない、全然覚えてないけど、ちょっとあの微笑ましい話していい？あのね、これマジの話だよ。サンタさんいるんだよ。サンタさんいるの。なんでかっていうと、俺夜眠そうになりかけた時に鈴の音聞いたから。俺の部屋のドアの裏で鈴の音を聞いたから。いい話だろ。バカ親だよな。バカ親だよな。浮かれてたんだろうね。小学生で親が鈴鳴らしてたんだ。ニン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 つって。バカだね本当に。バカだけどいい話だろ。俺はだからサンタさんいるって信じてるから。親が浮かれてリンリン鳴らしてたっていう。そう、昨日鈴の音がしたよっつったらサンタさんだよって親父がドヤ顔で言ってたから。いや、覚えてるよ。子供は忘れないよ。ただ何もらったか覚えてないな。何だったかな。サンタさんね。サンタさんにね、手紙を書くとね、それが届く仕組みだったって。そういうシステムだった？うん。何を書いたの？手紙に。手紙に？うん。あのね、リカちゃんの赤ちゃんって書いた。リカちゃんの赤ちゃんね。はいはいはい。リカちゃん人形の赤ちゃん。うん。何が来たの？来たらなんかね。何センチぐらいだろう。30センチぐらいのでかい赤ちゃん。あ、そうだよね。リカちゃん人形の赤ちゃん、これくらいのね、シルバニアファミリーぐらいだもん。こんなのが来たんだ。泣いた。あれ、そう、あのチャッキーみたいなやつが来たんじゃん。チャッキーだっけ。チャッキーみたいな。いらねえな。あるよね、欲しくないもの。
も安すぎたんだろうね、その赤ちゃん。だろうね、600円ぐらいだろうね、多分。でもさ、シルバニアファミリーって俺子供心にいいなと思ったよ。あの女の子の、あの知ってる、シルバニアファミリー。上流家庭。そう、シルバニアファミリーすごいクオリティ高いの。ウサギさんふさふさしてたりすんのよ。あれ高いの、やっぱり。高い。あれ1個いくらぐらいするの、シルバニアファミリーは。800円。ああ、あれすごいもんね、金持ちの家があるもん、家の中に家があるもんね、うん、でこう開くんだよ。うん、シルバニアファミリー高いでしょ。いや1個だったら800円とかだよ。でもガチ勢は家だから、で食器とかもう全部あるの、もうフライパンとかすごいよ、シルバニアファミリーは。あれまだ売ってんのかな、売ってるよ、シルバニアファミリー。アマゾンで見てごらん、嘘、全ファミリーあったの、超金持ちじゃん。シルバニアファミリーちょっと検索してみようか。うん、家とかもね、超豪華。シルバニアファミリー、シルバニアファミリー安くない？え、5000円なの今この家。え、もっと3万とかしなかった、昔。え、なんでこんな安いの、シルバニア。え、こんな安かったっけ、もっと高いイメージあったけど。シルバニアファミリーかわいいな、かわいいね。え、シルバニアファミリーちょっと欲しいんだけど俺。かわいい、そんな高くないね。路線変更したのかな、でももっと高いイメージあった俺も。あ、今ドラム式なんだ。え、掃除機もコードレスなんだ。え、なんかこれなんかやだ、なんか時代感じるよね。え、シルバニアファミリーの洗濯機と掃除機セット、なんかこっちはわかるじゃん、進化してるんだ。なんかやだな、もっとねえ、なんかもっとクラシックな、こういうイメージじゃん。何今の掃除機とか、ちょっとやだね、こういうイメージだよね。進化したね、進化したね。そうそう、こういうキッチンとかさ。あ、そんな高くないんだ、なんか庶民的だったよねさっきのパーツね、うん、あれだけなんかちょっと企画者おかしいでしょ。ゾウもいるんだ、ゾウさんの家具。やっぱ一番はウサギさん、かわいいね。リスもかわいかったよ、うん、あ、かわいい。500円だって。かわいい。え、シルバニアファミリーいいな。シルバニアファミリーコレクションしたいな、ちょっとだけ気持ちがある。俺大人になったらシルバニアファミリー部屋を作りたい。でもあのハウスも収まらないよね、この家具は。そうだね、違うハウスを作らなきゃ。リカちゃんが高いんだってよ、のんちゃん。そっか、リカちゃんが高いんだって、リカちゃん人形。でもさ、俺のね世代ね、リカちゃんじゃなくてバービーだっけな。バービーもあったね。え、バービーもあった、うん、なんかバービーもあったな、女の子。でも俺の妹そういうの一切買わなかったよ。だから俺の妹の部屋リカちゃんとかなかったもん。へー、うん、超遊んだリカちゃんに。いや、だから女の子らしいんだよ、のんちゃんは。もううちの母親もうちの妹もなんか、だって野球のグローブとかだよ。どんだけわんぱくなんだよこいつらと思ったもん。なんかダメな体育会系なの。女の子らしい女の子がいい。人形なんか一個もなかったもんな、妹。俺が逆にだからフィギュアだらけだったからね、うん、超合金欲しいな、超合金。なんか昔のさおもちゃって金属やたら使ってて、なんかクオリティ高かったよね。
超合金だったの。でもさ、中野で見たらさ、超高かったのね。いや、プレミアついてるでしょ、うん、超合金っていう名前よ。超合金すげえいい響き。今ね、なんか安っぽい、なんかフィギュアのクオリティ造形はすごいんだけど、なんかね、重みがないんだよね。もうポケットの中にマスクマンのレッドとピンクいたもんな、ずっと。片足がプラスチックの取れてんの、折れてんの。のんちゃんの時代ゴレンジャーだから。ああ、ゴレンジャーか。超合金めちゃめちゃ持ってたよ、うん、ゾイドとか俺の世代じゃないね。多分俺より若いんだよ、人魚ひ金魚姫は。多分ね、3個4個下だと思うよ。俺はゾイドの世代じゃないよ、もっと古いよ、もっとバブリーだったよ、うん、ロボットとか合体してたもん、戦隊ロボットが。超合金の超合金プレミアなんだ。あ、のんちゃん世代なんだ。クソババアだね超合金、超合金、超合金。渡る？いや、あとビーダマンとか、ビーダマのやつが流行ったね。俺らの時はビーダマンっていうのが流行った。なんかこんなんつんだろうな、こういうのいっぱいあったもん俺の部屋に。こう合体するこういうやつ、こういうそう、もうこんなにメカすごくなかったけど、あれこれ持ってたか、あれこれ持ってたかもしんない、あれこれじゃないかな、あ、これじゃないか。こんなの3体ぐらい持ってたよ。うん、5万とかすんだ。なんかじいちゃんが買ってくれんだよ。うわー、風船ありがとう。いいの？いいんすか？うわー、ありがとう、風船。マジで？ありがとうございます。いやー、風船嬉しい。ありがとう。みんな風船もらったよ。ありがとね。ごめんね。ありがとうございます。うわー、嬉しいわー。風船だよ。ありがとう。風船パチパチありがとう。ありがとね。嬉しいわー。風船パチパチありがとう。嫌な枠だな。来たーっつってね。風船来たーっつって。ありがとね、風船ありがとう、本当に。あ、もうこれ徹底しよう。もうアンチテーゼ。もう今のふわっちに対するアンチテーゼだね。嫌な枠だよね、本当に。いや、もう俺は、だからもうバカだから、もうふわっちのリスナーも、ふわっちの運営も、もうバカなら、もうここまでやってやるよ、俺は。わー、風船ありがとうって。くっそ、もうモリモリでいこう、うん、いや、もう決めたから俺。ハートありがとう、すごい、ハートだよ、のんちゃん、ハートありがとう。うっそ、これ欲しい。クレヨンしんちゃんのやつじゃん、超合金。なんだっけ、これ。え、これよ、これよくない？これいいでしょ、クレヨンしんちゃんのロボ。これかっこいい。クオリティ高え。しんちゃんのね、ロボだ。1万7000円もすんな。これいいね。高いよ、超合金高いよ。昔のフィギュア高い、リアルだね、うん、
ダメだ、俺が持ってた超合金売ってねえわ。頭痛えな。鉄人28号とか全然わかんない、見たことない。すげえ、ゴーイングメリー号の超合金あんの。嘘でしょ、なぜ船を鉄で作ろうと思ったの、バカでしょ。25,000円、すげえ。あー、これワンピースマニアが買うんだよ。これすごいね。でも超合金の素材の良さが出せないでしょ、船は。遊べないでしょこれ。でも大人向けなんだよ完全に。いろんな超合金があるんだね。いや、ワンピース、ちょっとパフェはちょっとリアクション取りづらいから空気読んで。そういう微妙なことやめて。芸風を殺そうとしたでしょ今、うん、スルーだよそんなもん。パフェなんてスルーだよ、見えねえよ。パフェなんか見えない、パフェなんかないんこの枠に。幻、幻、そう、夢、パフェなんか見えない、花火なんかなかったんだよ。いや、すげえな、おもちゃすげえな、うん、おもちゃがすごいよ。いや、もういいんだよ、もう貧乏だから俺、貧乏でやってくんだよもう。すげえな。なんだろう、子供の頃どうしても欲しかったものってなんだろう。なんか子供の頃どうしてもどうしても欲しかったもの、なんだろう、お父さんかな。うわ、もう涙止まんない、もう涙止まんない、本当悲しい、本当に悲しい。お父さんとお母さんが仲良く暮らすことだな。悲しいよ本当に。うん、愛はどつ。うん、切ない、切ないよね、うん、すごい切ない、うん、切なす。なんかないかな、なんか面白い企画ないかな、クリスマスに。風船いっぱいつけて飛んで消えていなくなる配信していい、のんちゃん。のんちゃんがヘリウムガスで風船一個一個追加していくんだよ。で俺は空飛んでも帰ってこないんだよ。それ面白くない、風船おじさん。風船いっぱいつけてふーってそのままフェードアウトしてくんだよ。もう帰ってこないんだよのんちゃん。風船いっぱいつけたら飛ぶのかな、ちょっと無理だね。でもさ、その飛んでいなくなるぐらいいっぱいつけたらいなくなるわけだ、ふーって。その浮くか浮かないかギリギリのところをキープできたら空中浮遊したまま移動できるんだよ。そう、ギリギリの比重、もう絶妙な、そう、飛んでかないし地面から離れる。ギリギリの量の風船だとこれくらい浮きたいの、これくらい。この風船が1個割れてもふーってこう着地できるのギリギリ、どう、ギリギリ。
そのこう宙にこうなこうなってるぞ風船前後ぐらいでこうやってこうゆっくり移動していきたいのうーっってそれ良くないこう飛んでいくでもなく飛ばないでもなく少し浮くっていうジャンプするとこうふーんふーんっていうそのそうジャンプ力が半端じゃなく上がるぐらいだよね。風船おじさんっているんだ。風船おじさんはあれじゃないの、バインバインバインの人じゃないの、風船の中に入ってる人でしょ。え、風船結構ね、うん、飛んでっちゃうおじさんだよ。え、いるのそんなバカいるの、うん、え、飛んでってどこ行ったの。どっか行っちゃったバカだねバカっているんだな、バカって。うん、いや、じゃあ浮くだけでいいの俺は、うん、ちょっと浮くだけ。行方不明になったのバカだな俺のこの妄想を、この妄想で絶対いないだろうっていう仮定で話した話が本当に世の中にいるんでしょ。バカだね、うん、行方不明になったっていう意味がわからないよなぜ誰も追いかけなかったんだっていう、うん、面白いな。世の中にはバカがたくさんいるんだな。うん、え、それ日本人？うん、他にやることなかったのかね。え、超合金エヴァンゲリオン、この URL。 あ、違う、俺ね本当に欲しい超合金のやつあったんだけどね、すぐ売り切れになっちゃうの。あ、これはあの昔、もうだいぶ前、5000円で売ってたけど今プレミアついてる、もう買えない。俺が発売した時5000円だった。これ超欲しかった。今ね2、3万になってるよ、うん、そうそうそう、これの新しいやつが出たんだよ。だけど2万いくかいかないかぐらいだと。で、俺買うって決めたの、のんちゃんにもう話して。こんな大きさの超合金のプレミアのやつが出たのね。ヨドバシカメラ行ったら速攻売り切れで、で、なんでかっていうと転売ヤーがもう発生しちゃうんだって。でもう3万とか4万になってる。もう新品を買おうとすると転売ヤーのせいで3万4万になっちゃうの。今新しいのが出てんのに買えない。もう嫌な世の中だよな。金儲けのために買いたいものを値段釣り上げるバカがいるんだよ。くだらねえなって本当思わない？はい、おやすみなさい。うん。だって UFO キャッチャーの景品ですが売ってる。いやもうね、俺ね本当にくだらないと思うんだよ。欲しいものを買え、もうマネーゲーム。もうバカバカしいよな。金のためにそんなことやるんだよ。夢がねえよな。もうね、なんかね、もうね、俺ね、本当にね、なんて言うんだろう。もうなんかね、金を、なんかもう世の中金だとか、なんか、もうね、拝金主義っていうの、金稼いでるやつみんなすげえすげえって言って、金稼いでるやつで、金稼いでないやつの話をした時に、お前は結果を残してないとか、もうね、なんか心がすさむよ本当に。もうどうしてこうなっちゃったんだろうと思わない？なんか俺子供の頃こんなことになると思わなかったもんな、日本がな。ねえ、なんかね、もうやだ、もう金金金金してて、そう、なんかね、やだよ、心がすさむ。あ、それ入れて
ご飯変えな変えてあるでしょ。もうなくなってるかな。どう？中途半端？じゃあ変えてあげて。朝変えたから微妙だと思う。多分半々ぐらいだと思う今。でしょ？マネー、なんかね、お金より大事なもの持ってねえのかよっていう、そのわかる？金よりも大事なもの持ってないのみたいな。なんかやだよ。ああいいね。いや、あのね、マネーの虎じゃないんだよ。ホームレス、アル中、ギャンブラーを集めて、俺だから企画でやりたいのはね、本当にね、ホームレスの人にもうお願いして、ちゃんと番組の趣旨伝えて、配信許可取って、10万円渡して10万円使い切るまで追いかけさせてくれってやりたい。本当に何に使ってもいい、風俗に使ってもいいし、何でもいいからって。でその人が10万円をどう使うのか見たい。もう本当にお酒買ってもいいですよ、何してもいいですよって。その代わり使い切るまでカメラ密着させてくださいっていう、どんな使い方してもいいですっていう、それ面白くない？でめちゃくちゃ心温まったりするかもしれないじゃん。なんか急にみんなにご飯買ってホームレス仲間で分け合ったりとかするかもしれないし、逆にすぐパチンコ屋行くかもしれないし、なんかねドラマがありそうな気がするんだよね。何ヶ月も使うかもしれない。そうそうそう、そしたらでも面白いじゃん、ドキュメンタリーだから密着して。あ、100万円渡すやつあったんだ。え、それどうなった結局？でもテレビの場合やらせがあるからな、仕込み平気でやるから。そう、人間の根本が見えそうで、なんか面白そうなんだよね。100万円よりもやっぱ10万円がリアルだと思うんだよね。なんかすぐ使っちゃえるわけだし。なんかね、2チャンネルのスレッドで面白いのがあったね。あ、まあまあ、やらせじゃなくてガチでやりたいんだよね俺。やらせなしでガチでやりたい。ラファエルがやったんだ。なんかね、そのなんかそういう社会派なね、ドキュメンタリーとか見る。俺ね、超面白かったのがね、のんちゃんあれ面白かったよね。あのね、あの生活保護のドキュメンタリーを検索してたの。生活保護の番組やってるから、ドキュメンタリーちょっと検索して勉強しようと思ったら、そしたらウグイス谷にデッドボールで働いてる女の子のドキュメンタリーだったんだけど、もう超面白くて、そのドキュメンタリーが生活保護のドキュメンタリー風に見せかけて 100% ウグイス谷にデッドボールのドキュメンタリーになっていくのめちゃくちゃ面白かったよねあれ。なんだっけあの女の子、忘れたけど超面白いの、その女の子が。もうディレクター悪いやつだなとか思ったもん。みんな罪悪感に悩まされてた。100万円を無駄遣いしないで。アボットだ、知ってるんだ。そう、あれ面白いよねあのドキュメンタリー。アボット超いいやつだよね。で、そうアボット、あ、知ってるんだみんな。俺偶然見つけて超面白くて、生活保護のドキュメンタリー見てるのに、もうウグイス谷にデッドボールの話で、そのアボット生活保護の話じゃねえじゃんこれっていうのがすげえ面白かったんだよね。アボット有名なの？いなくなっちゃったり。そう、アボットバックれるんだよね。そう、歯がないそうアボット超面白かった。アボットなんか配信やったらブレイクするよね、絶対。アボット面白かったよ。そう、風俗格安店の話なんだけど、そのアボットは生活保護になりたくないって言ってるんだっけ。なんかね、その生活保護のドキュメンタリー風で全然生活保護関係ないの。もうほぼアボットを追っかけてて、でアボットが結構面白いんだよやっぱり。あのギリギリアウトなんだよ結構攻めてる番組なんだよギリギリ出しちゃダメだろうっていう
だけどその体を変えてそのドキュメンタリー風タッチしてるんだけど、明らかにもうディレクターの悪意を感じるよね、あの番組で、うん、面白かったなあれ。無駄遣いしないといけない。あ、働きたくない子じゃないのアボットは、うん、アボットはねすぐお金使っちゃうの服買っちゃうんだよ。服買っちゃう。風俗で働いてすぐ服とかね散財してね、家賃払えなくなったりとかね、仕事ばっくれたりとかね、もう本当にねどうしようもないんだよ。アボット面白いんだよ。そう、連絡取れなくて、そうで出勤しなくて昼食もバックれちゃって、どこ行ったアボットどこ行ったってなったら、あの売春して警察に捕まるとか。すっげえ面白い。俺売春で捕まるやつとか見たことねえよとか。で今も池袋で働いてるんだ。いや、アボットはすげえいいよ。うん。そう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 。いや、面白いよな。いやー、なんか、でもね、アボット憎めないんだよね。うん、そう。いや、面白いもん。もう一回見たらファンになるもん、そのドキュメンタリー。アボット嫌いになれないよね。ああいいね、意志の高い。あ、でもね、あのね、はっきり言うけど意志の論破するよ。あの要は議論で論破じゃなくて、意志のが体験してきた生き様はそんなね意識高い大学生と勝てないよ。あのね、意志のの一言で多分涙すると思うよ、感性強いやつだったら。あのね、あのね、石野のこと甘く見すぎ。石野は修羅場くぐってるから。で、あいつは結構本当に感覚鋭いから。あのね、なんて言えばいいんだろう。みんなね、石野のこと色物だと思ってるんだけど、石野が何と戦ってるのか、石野の何を伝えようとしてるのか気づいてないやつが多すぎる。だから俺ね、これよく話すんだけど、医師のほらふわっちとかなかったから、小好き、本当の小好きでネット小好きだったから俺ら。でネットでお金くださいって言ったら毎日ぶったたかれるわけよ。で運営からバンにされたりとか。でその時に俺、医師のここに住んでて新宿の駅前に行ったの、2人散歩しようぜっつったら毛並みのいいゴールデンレトリーバーがピョコンって座ってて、で外国人が、恵まれないワンちゃんが、恵まれないワンちゃんが、病気のワンちゃんがみんな助けてくださいとか言ってんの。そしたら石野がぶち切れてんの、犬見て。そのゴールデンレトリーバーの方にメンチ切ってんの。こんなんなってんの。もう本当にこんな顔してんだよ。みたいな。で、おう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 と思って。おい、やばい顔してるぞと思って。石野どうした、なんかあったって聞いたら、あのさ、俺ネットで金くれって言ったら小敷だって言われるんですよ。恵まれない犬ってなんだよ。犬が小敷やったらかわいそうだって、あいつら金投げて、俺がかわいそうだから飯食えねえからお金くれっつったら俺逮捕されるんすよっつって犬に切れて。めちゃめちゃ腹抱えて笑ったもん。だけど犬が良くてなんで俺がダメなんだよっていう、石野はすごいだろ。犬は許されてなんで俺が金よこせっつったら俺が叩かれるんだ、この世の中狂ってるよって言った。俺は石野だから、あの時の石野は正しかったんだよ。ふわっちができたんだもん。だからあいつは諦めるなって言ったの。絶対時代が来るからって。あいつの唯一ダメなところ、諦めるところなんだよ。あいつは感覚は正しいんだよ、うんうん、いや正しいんだよ、うん、いや俺石野好きだよ、うん、
俺は一種の大好きだよ。あの全面的に肯定するよ。なんでかわかる？俺いろんな人間、金持ちの人間、成功してる人間、成功してない人間、普通の人間、いろんな人に多分とんでもない、みんなと比べてとんでもない、もう本当に1000倍ぐらいの人に会ってきた。数少ない、あいつは俺に嘘ついたこと一回もないよ。うん、おにぎり盗んだことさえ俺に嘘をつかなかったんだよ。お前どうやって飯食ってるって、お前配信やってねえな、お前なんか悪いことやってるだろって、すいませんおにぎり盗んじゃいましたって。本当に僕本当にあの言いづらいんですけど、後悔してるんですけど、ごめんなさい和田さん、おにぎりちょくちょく盗んでますって。嘘つかないってすごくない？俺ねこれってすごいことだと思うんだよ。人間関係でやっぱみんな嘘つくんだよ。でおにぎり盗んだことなんてさ28歳とかで言えないんだよ。でもあいつ言えるんだよ。そう、俺はだから一種の好きだよ。うん、うん、タバコもパクってる、なんなら弁当もパクってるし酒もパクってるから。でも俺はおにぎり推しなんだよね。面白くないから、うん、やっぱおにぎりのエピソード、おにぎり泥棒っていうのがやっぱいいんだよ。平成28年でおにぎりを盗むやつは俺はあいつだけだと思ってるから、うん、いやー、え、医師のなんかあれでしょ、谷さんの家追ん出されたんでしょ、今何やってんのあいつ、大丈夫なの？谷さんの家っぽかった、うん、公園、うん、どこ、椅子？え、石野は大丈夫なの？あ、ビデオボックス？あ、じゃあ本当に追ん出されたんだ。捨て人間だ。捨て人間だ。世にも珍しい。捨て犬、捨て猫、数々あれど捨て人間だ。捨て石野だ。あ、そう、捨て石野になったんだ。面白いね。あ、いいんじゃない？あの、だってあいつ、なんだろう。ねえ、甘え癖があるから。前も追い出されて、うん、甘えちゃうんだよね。だからやっぱ自分で金稼がないとダメだよ。どんなに小じきだろうがなんだろうが、配信でもなんでもいいけど、自分で金つかまないと無理だよ。うん、ねえ、あの石野を働かせた谷さんはすごいけど、その谷さんに追ん出される石野もすごいよね。クオリティが高い、やっぱり。いや、でもあの嫌いじゃないね、大好きだね。あのこんだけ人間関係があって嘘つかなかったやつは本当に一握りだよ、本当に。うん、なかなかないよ。なんか石野には幸せになってもらいたいな、なんか、なんかな、なんかああいうなんか若くてさ、こうなんだろう、こうこじらせてるやつほどなんかこううまくいってほしいっていう願望があるな。あ、じゃあ便器が割れちゃいそうだよ。だからアクリルでくっつけようと思ってるから。アクリルで何を思い浮かべたかって言ったら、俺あれくっつけてかっこいい便器作ろうと思った。いいのいいの、物は壊れるから直せばいい。アクリル便器
アクリル便器。タブレットありゃどうしよう。大丈夫だよ、うん、お前のコメント面白くないから、お前だけだよ面白いと思ってんの、うん、よし、さっきからお前が面白いと思ってるの、あの全員不快だから、うん、結構恥ずかしいこと書いてるからね。コメントにセンスなさすぎ。寝るか、そろそろ。面白いからもっとお話しして。もっとお話しする、うん、いやでももう結構放送やってるぜ俺今日。もう眠いよ俺。気持ち悪いなお前。大体こういうやつって女の子ばっかりフォローしてるんだよ。お前相手にされると思ってるの、この辺に。ねえ、大体こういう気持ち悪いコメント書くやつって女ばっかりフォローしてんの、綺麗どころの。気持ち悪い。相手にされるわけねえだろバカが。のんちゃん元気になってるよすごく。恥ずかしいよな本当に。やっぱね、やりがいがあることをやってる人はね、輝いてますよ、うん、お、図星かな、よしくん図星かな、聞いちゃったのかな、うん、図星かなね、可愛い女の子に相手にされるといいね。いや、可愛い女の子に相手にされるといいね。面白いコメント書いてね、うん、気持ち悪い気持ち悪い。いや聞いてるでしょ、急にコメント走り出す、聞いてるでしょ。どうしたのどうしたの、ムキになってさっきまで黙ってたのに。じゃあそろそろ終わりにします。貧乏でした、貧乏の放送でした、お疲れ様です。貧乏万歳。花火投げていいよ、花火投げてください、花火いいよ、花火投げて、花火投げて、花火、花火投げて。